本日の進行役を務めさせていただきます企画委員の小栗泉です日本記者クラブが自民党総裁選に際して立候補者討論会を開くのは今回で十二回目となります最初にですね主催者を代表いたしまして根本正規理事長からご挨拶させていただきます理事長よろしくお願いいたします自民党総裁選に移行されました四人の皆様本日は苦天候の中 この討論会にご参加いただきましてありがとうございます、えー、去年に続きコロナ禍の下での開催となりました、えー、今問われるべき政治課題、政策課題は一挙にいともなりません、えー、この会が、えー、活発なそして、えー、骨太な議論の場となることを期待しておりますよろしくお願いいたしますそれでは時間になりますまでしばしお待ちいただければと思います 2時ちょうどから始めたいというふうに思います。 それでは、登壇されています候補者の皆さんをご紹介させていただきます。まず届け出順に、皆さんから見て左から、河野太郎候補、よろしくお願いします。岸田文雄候補、はい、よろしくお願いいたします。高市早苗候補、よろしくお願い申し上げます。野田聖子候補、お願いします。それでは、進行を簡単に説明させていただきます。 2部構成全体でで時間です第2部ではライブ配信をご覧の記者の皆さんから寄せられた質問を参考にしてクラブの企画委員が各候補者に代表質問いたします日本記者クラブの会員でズームからご参加いただいている方は Q&A 機能を使ってお名前、社名、質問を記入して送信してください質問は第1部の終了予定時刻の 15時少し前までにお願いします候補の方々のテーブルには進行についてのメモを置いていますのでご覧くださいそれでは早速伊藤正幸企画員の司会で第1部を始めます伊藤ですよろしくお願いいたしますまずは各候補の主張を伺います冒頭発言テーマはコロナ対策とコロナ後の社会ですリーダーとしてどのような対策をこれから講じていくのかどのような社会を描くのか お一人2分以内でお話をしてください。この発言時間の管理はです、ね、皆さんの前にありますランプで行います。制限時間の15秒前になりますと、まあ、このように点滅をいたします。話をまとめ始めていただいて、完全に点灯したのと2分が経過ということになりますので、終了になります。よろしくお願いいたします。では、届け出順にお願いします。まず、河野さん、お願いします。 はい、えー、河野太郎でございます。あのおかげさまで、えー、ワクチン接種、かなりいい調子で進んでおりまして、11月の前半には、あほぼ希望者あ、打ち終えるのではないかと思っております。 あの3回目のブースターについても必要な量は確保しておりますし来年になると生後6ヶ月の赤ちゃんから打てるワクチンというのが出てくる予定でもありますあのワクチンそれから年内に新たな治療薬も出てくると聞いておりますそれに加えてこの簡易検査キットこれを安く大量に政府が後押しをしてこのしっかり検査ができる体制を作らなければいけないと思っております 今の病床について言えばこの必要な治療された方がだんだん良くなってきたときに他へ移れないですからあの最後退院するまで停滞してしまうとベッドが足らなくなりますのでこのベッドの上りと下りがきちんと調整できるようにしていかなければいけないんだろうと思っております。あの給付金を出したり、 あるいは自宅療養の方の健康管理のモニターなどデジタル技術をしっかり使ってこのコロナに当たらなければいけないと思いますこの,コロナこのコロナでコロナ禍でやはりデジタル技術の必要性というのが認識されました今までマイナンバーに反対されていた人も結局そのためにいろんな手間がかかって行政手続き給付金の支払い遅れた痛感されたと思います しっかりとデジタル行政を入れることによって、集団でしか見えなかった行政がこう見ることに、そしてプッシュ型の支援を行うことができるようになりました。あのコロナ後はきちんとデジタルの力を借りて、社会をより便利により付加価値のあるものにしていかなければいけないと思っております。次に岸田さん、お願いします。はい、岸田文雄です。 コロナ対策ですが、コロナウイルス、変異のスピードが速く、ゼロにすることは難しいと考えます。しかしながら、通常に近い社会経済活動は取り戻すことができると思いますし、それを目標といたします。鍵になりますのは、ワクチンと治療薬です。11月までに希望者全員のワクチン接種を完了し、そして年末までに、 経口治療薬の開発、普及に努め、それを徹底的に支援をいたします、そしてその間は、徹底した人流抑制と、そして病床確保、医療人材の確保、そして何よりも数十兆円規模の経済対策を、全体像を示しながら、しっかり進めてまいります、そして通常に近い社会経済活動を取り戻すことができたとしても、それを維持していかなければなりません。 そのためには、ワクチン接種証明、それもデジ電子化したワクチン接種証明、あるいは、えー、と大量の,、えー、この検査キット、さらには国産ワクチン、治療薬、こういったものを用意し、この生活を維持してまいります。そしてコロナ後の社会ですが コロナ後においては格差の是正、これが極めて重要になってきます。ただでさえ、子どもの貧困、孤独によって分断が進,むな進んでいた、それにコロナが追い打ちをかけました。成長と分配の好循環による新しい日本型の資本主義を目指してまいります。成長、もちろん大事です。しっかり成長をさせながら、それを分配してまいります。 民間においても株主のみならず従業員に対する分配あるいは公的な分配ということにおいても公的価格、えー、介護士をはじめとする公的価格を引き,引き上げるということで分配を進めたいと思っています。はい、では、は、高橋さん、お願いししまます、はいえー。コロナ対策につきましては 治療薬、これを全国幅広くできるだけ普及させること、そして新型コロナウイルスのワクチン、また治療薬の国産化に向けて、まあ、特に生産設備に対してしっかりと投資を行っていくこと、それからまたあのー、現在お困りの事業主体、また生活困窮者の方をお守りするために、まあ、大胆な 財政出動を行います、まあ、ちなみに、えー、米国は2021年度、このコロナ緊急対策として、約693兆円という、まあ、すごい金額を投入いたしております。コロナ後でございますけれども、まあ、特に私は国民の皆様の命、安全を守ることを重視しております。リスクの最小化に資する危機管理投資に、まあ、大胆な国費の投入を行います。 この危機管理投資というのは、必ず国内での需要に加えまして、そしてまた海外への、同じ課題を抱える海外への展開によりまして、成長投資にもなります。 土砂災害などの防災対策、それからまたこれからの気候変動に耐えうる土木、建築技術の開発、また情報通信機器の省電力化、かなり電力を送っていきます、それから安定的な電力供給体制、またサイバーセキュリティ対策を徹底的に強化すること、また創薬力、薬を作る力。 まあこれを強化していく、あの国家予算としては、えー、アメリカが日本の22倍とですので、ここにもしっかりと投資をしていきたいと思っております。あと、あの医療提供体制の、まあ、強化、まあ、これは公立病院の維持も含みます、えー。しっかりと対応をしてまいります。それででは野野田田さんお願いします野田聖子ですますす子ず初めに現況のコロナ対策 まず、さまざまな治験が積み重なる結果、現在、やはり一番不安なのは重症化であります。重症化を予防するには、ワクチン接種、1回目を速やかに打っていただくことと、そして2回目、さらには3回目に向けて、万全の達成を整えることです。現実、9月の中旬から後半にかけて、ワクチンの接種率は随分伸びてきまして、 70末には9月末には70%ということで、これは海外の先行している国がここで一つのターニングポイントを迎えるという大事な指標でありますので、そこに向けて全力を取り組むこと、そして重症化予防のためには早期発見、早期治療、今、酸素ステーション、抗体カクテル、さまざ、あ、ま取り組みがありまして、さらにステロイド等もいろんな治療が確定してきています。 まずはしっかりとその受け皿を作ること。残念ながら通常医療ではありません。風邪をひいたらかかりつけに行けるけれども、コロナウイルスはかかりつけに行けないんです。そこの狭間を危機の間だけは、期間限定、暫定的なサブホスピタルをしっかり用意して、軽症者、中症者を受け入れて重症化しないように国が責任を持ってやっていく、まあ。そうこうしているうちに、今度子どもが今、えー、置き去りにされているので、 ちゃんとした教育、そして友達との日々を過ごせるように、11歳以下のワクチンに向けては、望む人には積極的に投与できるような段取りをしていきたいなと、えー、やっていきたいと願っています,やります。さて、コロナ後なんですけれども、コロナ,コロナで行ったことはへこみですね。もともと弱かったところがへ,へこんでしまっている女性、子ども等々、これは多様性の原点です。 これをしっかりと立て直すために、えー、子ども真ん中政策で、えー、新たなパラダイムシフトを起こしていく。これが私のコロナ後の皆さんにお見せできるう政策です。皆さんありがとうございました。第1部、続いてですね、候補同士の討論に入りたいと思います。討論の進め方ですけれども、順番にどなたか一人の候補を指名して、その人に対して自らの主張を交えて質問してください。そして指名された方はこれに回答していただく。 でこの回答を踏まえて最初の質問者、改めてコメント、反論なり、あるいは追加、補足すべきことがあれば発言をいただく、いわばやり取りは一往復半という形を取ります。そして、えー、テーマですけれども、えー、私どもが想定していますのは、菅政権の評価、コロナ対策、政治倫理にと政治の公平性、経済・財政政策。 対中国など外交安全保障、ジェンダー多様性、憲法改正、行為継承、脱炭素、脱原発などエネルギー環境政策、この9つ、これを想定しています。ただし、この中以外からテーマを設定されても結構です。また、同じテーマで複数回議論されることも結構です。テンポよく進めるためにです、ね、この回、発言はいずれも1分以内でお願いいたします。 制限時間の15秒前になりますと、先ほど同様、ランプが点滅いたします。このやり取り、これを三順します。つまり、一人の候補は3回ずつ相手を示して論戦に挑むということができることになります。質問する方、答える側も私が指名をしてからご発言してください。よろしくお願いいたします。それでは、この候補者投資の討論、順番を変えて、今度は岸田さんから質問をお願いします。はい、討論するテーマを明らかにした上で 相手を指名して済ましてくださいどなたに何を聞きますかはい、えー、私は自民党改革につきまして、えー、野田候補にお願いしたいと思いますはい。えっと野田候補は今自民党の幹事長代理を代行,代行を務めになっている、えー、要するに自民党の役員を務めになっておられます私はあの 今回の総裁選挙を出馬するにあたって国民の皆さんの中に大きな政治不信の声が渦巻いている政治の信頼を回復しなければいけない強い危機感を持って臨みました信頼回復にはまず会より始めようということで自民党改革を打ち出しましたそ,の中そうした 強い危機感のもとに自民党改革を打ち出しましたが、今、党の役員を務めていらっしゃいます野田候補、この自民党改革ということについて、どのようにお考えになっておられるか、お聞かせいただけますでしょうか。野田さん、お願いします。例えばこの総裁選挙、なぜ20人の推薦人がいるかどうかです。アメリカの大統領の予備選のように、出たい希望がある人は、あのどなたでも討論会に出て、 いう発言し、そこから党によって選択されていくというのを自由な空気が必要だと思います。えー、次に、派閥のあり方ですね。今回も残念ながら、それぞれの個性よりもどの派閥が応援しているかということに注視しています。候、え、補、ー、者にとっては残念なことです。純粋な気持ちで自分の政策を貫こうとしているのに、必ず派閥、どこの派閥が誰を応援しているかというようなことが先に話題になってしまうことを私たちは 深く考えなきゃいけません若い人たちは今回、これまでやっぱり派閥で選んできた候補者を、えー、自主投票にしようというムーブメントがありました。で、現在になっています。それ的そは派閥というのは、かつて小泉総理がおっしゃったように、解消していくことで、もっと自由民主党の改革が進むじゃないかと思います岸田さん、いかがでしょうはいあの、まあ、自民党について、まあ、派閥といろいろな課題があるのは承知しています。 私は自民党を改革するにあたって、まずは組織の,このあり形、あるいはルールそのものからしっかり示していくことが大事だということで、えー、役員の任期、えー、制限等、さまざまなことを提言してきました。小選挙制度導入によって、えー、そのその政党のこの役員のこの権限 責任これ格段高まっていますにもかかわらず党の運営ガバナンスということではほとんど改革が進んでこなかったこういった点があるのではないかと思っていますそういったことで出馬表明したとき1丁目一番地に改革を挙げたんですが自民党版のガバナンス行動改革こうした委員会も設けてしっかりと形として制度として自民党を改め責任信頼回復に 努めなければならないと思っていますはいありがとうございました次は高市さんからの質問になります高市さん、はい、相手はどなたで何のテーマで質問されますかじゃあの恐縮ですが河野候補にお願いを申し上げますテーマははい あの国民年金についてなんですけれども、あの基礎年金のこの全額、まあ、税金でという愛では、民主党政権の時にもあったかと思います、まあ、現在は2分の1ということなんですけれども、まあ、そうなりますと、かなりの増税になっていくんだろうと思うんですけれども、財源についてどうお考えなのか、お教えください。 基礎年金を最低保障のために使おうとすると保険料ではできませんというのは所得がなくて保険料を払えない人は将来その分年金が減ってしまいますからあのまた所得がたくさんある人も保険料を払うと将来所得があるのに払った保険料の分の年金をくれ当然の権利が出ますですから最低保障にするならば税金でやって一定以上の所得あるいは資産のある人は申し訳ないけど最低保障のところは 払いませんよということにするしかないんだと思いますそうでないと結局少額の年金だけもらってそれでは食えないので生活保護をくださいということになって生活保護をお出しをするということになってしまいますですから最低保障は税金でやるその代わり資産あるいは収入が一定以上ある人にはその分はお出ししないということでおそらく金額はそれなりに制限できるものだと思っております 今は年金で出していない部分を生活保護で出している部分が相当あると思います。高橋さん、今の発言に対してどうぞ。はい。あのまあ、現在、あの政府内で、ま、厚生年金や国民年金、共済、えー、などです、ねま、それらを、えー、トータルで考えながら、ま、年金の在り方、えー、負担の在り方を、ま、見直そうと考えているというふうに聞いております。 あのまあ、こういった方法が現実的であると思いますし、あのまあ、全く1円も、えー、負担をせずに、えー、年金、あの特にこの基礎年金部分をです、ねえー、全部こう税金で賄い、またあのさらに生活保護というものもございますので、まあ、ここもまた税金でございます。 あの少しあの制度的に、えー、無理があるんじゃないかなと私は考えておりますこの年金制度の仕組みそのもの、えー、についてあのまあ、大きな歪みが出てしまうんじゃないかと考えておりますはい次は野田さんからの質問になります野田さんテーマと質問する相手は誰でしょうはい、えー、高市さんに、えー、質問というよりは、えー 共有し合いたい部分があるのでお尋ねしたいと思います、えー。ここで言うとこのジェンダー多様性になりますかね。あの高橋さん自身、お病気のことを告白されていますしまたあの私と同様不妊治療のこともずっと以前から応援してくれています。まああのまあ、完璧な人間はこの世にいないんですけれどもやはりいろんな負荷を背負った障害者とか まあ例えばあの社会的弱者と言われる人たち、例えば私たちは女性は永田町ではやっぱり弱者なんだと思います。数もないし、そしていろいろやっぱり女性ならではの背負いがあって、ここまで。 2> 2人はたたどり着けててきたのかなと思ってます、まあ、そんな中で私自身はあの障害児の息子を持ってるから当事者なんだけれどもあなた自身がやっぱりこういうややもするとかけたるその優しさというか多様性について自民党の中でどういう取り組みを心がけてくれているのかまたどうしていきたいのかっていうのを教えていただければと思います。はい あのまあ、いくつかございますけれども特にも女性ということで、えー、申し上げますとね、まあ、私たち女性というのはあのかなりあの幼い時期から、えー、まあ小学生ぐらいから、えー、始まってそしてまた年を重ねるごとにかなり大きなホルモンバランスの変化によって、えー、体調が変わってまいりますでなかなかそれは職場でも男性にも理解をし,たしていただけない。 えー、辛いところでございます。そして、またあの40代50代になってかかりやすい病気というのがございます。あの、先ほどあの野田候補がおっしゃってくださったまあ、私がかかってしまった。関節リウマチというのが、うんまあ、まさにあの50代。 ぐらいのま女性が非常にかかりやすい。ただまあそういった知識を私たちが持っていないものですからね。全然別のあの病院にかかっていたことで発見が遅れました。私はあの女性総合診療科。 というものもももっともっととと増やしていいきたいと思いますもうすでに設置されている、えー、病院もあるんですけれども、なかなかあの教育機関の問題、また人材の問題で、えー、全国的な広がりがありません。またあの、障害を持つ方々に対して、今の障害者の方々が働いてらっしゃる事業所の仕事がもう急激に減ってます。まあ、特にあの飛行機の中のスリッパですとか、あとイヤホンを洗うとか、うん、それからのベッド。 すいません、まあベッドなどのですねあのクリーニングですとか、まあ、こういった仕事が減ってますのでまずはその事業所をしっかり支えたいと思っております。野田さんいかがでしょうか終戦後自民党というのはそういう人たちを寄り添うそういう人たちをセンターに置いてきた政党なんです戦争から戻ってきた勝利軍人の方たちの自立支援とかまた夫を戦争で亡くした戦争未亡人 への自立支援とかこれが今の障害者施策とか一人親支援のもとになっているんですね、うん、最近それが見えないんです非常に強い日本が強調される中で強くない人たちがついていけない、えー、非常にこう眉いの中にある中で私たち女性っていうのは極めて政治の中でマイノリティです そういうところをやっぱりお互い主義主張は違いますよ。でもそういうところを共有して、えー、本当に有権者、男女5割です。国民5割です。半分半分です。そこがあの数の上でも同じになることで政治のバランスって生まれてくると信じているので、共に頑張って戦いましょう。以上です、はい、次は河野さんからの質問になります。河野さん、どなたに何のテーマで質問されますかはいじゃあ高市さんに年金で あの先ほどのいただいたご質問の裏返しです。今の基礎年金は保険料で運営をしていますが、保険料を払えないぐらい所得の低い人は今、免除ができます。しかし免除されればその分は税金分しかもらえませんから、2分の1になってしまいます。年金金額、ただでさえ少ない基礎年金がどんどん減ります。保険料を未納にすればその分はもらえません。 最低保障年金でありながらも、最低保障することが事実上構造的にはできません。そういう方は結局、将来、生活保護をもらうということになってしまいます。年金の制度の中ではいいのかもしれませんが、トータルで考えれば、そこも税金が使われる、つまり保険料方式で最低保障することはできない、最低保障するんであるならば、年金であ税金でやらなければなりません。 また今の基礎年金は、2000万円の歳費をもらっている国会議員も、アルバイトで生計を立てている人も同じ保険料です。これはあまりに不公平なんではないでしょうか。やはり最低保障は税金でやらなければ、制度として成り立たないのではないでしょうか。高橋さんいかがでしょう あの、まあ、私は今の日本の生活保護制度というものはとてもこれ重要なものであると思います。まあ、どうしても生活が成り立たないという時にもう少し堂々としっかりと福祉は福祉で受けられるこういった形を作ってまいりたいと思っております。たただこののの年金制度というものはあのまた一方 運用も行われております今非常にまあ株価も高うございますけれども株価が上がることによって 財源も増えていく、まあ、そういったあの、まあ、一つのお互いに、えー、助け合いながら、そしてまた将来に備えながら、えー、ということで、まあ、現在、えー、いらっしゃる方が負担をしまた上の世代も支えというような形でさまざまな保険制度が成り立ってきております。私ははここれれ生活保護をまあ受けららるととということになったら、えー、しったしかりとあの まあ福祉事務所がですね、目配りをしながら堂々と生活保護を受けていただける今、受けにくい環境というのが随分ございますので、まあ、そういった要件を外していくということでよろしいんではないかと思います。 まあこれ全額、<お>全額税金と、まあいうような形になると、井さんまあ時間どこで。すいません。まあ、どこで、あの、縛るのか、あの、まあ、どこで、その線を引くのか。まあ、非常に難しい問題があるのと、国民負担が増えていくと思います。河野さん、いかがでしょう。あの、これまでは、厚生省の年金局が年金制度を維持する。 しかし、維持すべきは年金制度ではなくて、将来の年金生活を若い人、あるいは次の世代の人たちの年金生活が維持されなければ何の意味もないんです。今のように保険料でやりますと言って、保険料の納付率を上げるためにどんどん免除をしてしまえば、基礎年金の将来のもらえる金額は減ります。それでも納付率が高いからいいんだというのが、今の厚労省の年金局。 ではないんでしょうか。構造的に保険料では最低保障の年金が出せないというのは明らかです。だからこそそれだけの高齢者世帯が生活保護をもらうことになっています。同じことならばむしろ生活保護の方がお金がいいからそっちでいいんではないか、完全なモラルハザードになっています。あのきちんと年金で最低レベルを保障をする、そういう制度を考えた上で、 現役世代の所得を維持できる二階部分を作っていく。もう抜本的に年金制度の改革を今やらなければ、若い、若い人たちの将来の年金生活が維持できません。はい、これで一巡です。え二、ー、次に二巡目、二回り目に入ります。えー、発言時間一分間、ぜひともご協力をお願いします。え今度は一つずれて、高市さんからの質問になります。高市さん、どんなあたりに何の質問されますか。あ、私は先ほど質問を。いや、もう一回どうぞ。 次のテーマです。あ、そうなんですか。はい、今度はあの高橋さんが質問者になります。あ、はい。はい、あのわかりました。あの先ほどあの,のえこのご夫に質問を一度させていただいたんですけれども、えじゃあ別のかあの課題でお願いいたします。はい、あのまあ原子力発電所まと、あ、めは再稼働と、まあ、おっしゃっていたということなんですが、もうその当面というのが 大体あのどれぐらいの期間、何をもって判断されることかということと、でまあ、私が先ほど危機管理投資と申し上げましたけれども、まあ、非常にデジタル化によって消費電力量が、えー、急増していくことが、えー、予測されております。まあ、その中で、えー、将来的な、えー、具体的なエネルギー政策、期、ま、間、あ、となるエネルギー政策についての見解をお伺いできたらと存じます。河野さん。 はい今の日本の原子力発電所耐用年数40年運転延長しても60年ですあのだんだん耐用年数が来たものは廃炉にしていくということになれば原子力は緩やかに減ってまいりますその間にやらなければいけないのはこの気候変動対策でカーボンニュートラルを実現するということですから まず石炭、石油の発電をなるべく早く止める、天然ガスもそういつまでも続けるわけには残念ながらいかないというのが現実だと思います。そうすると残された選択として、まず省エネでエネルギー消費をどこまで減らすことができるか、今回のエネルギー基本計画にも再生可能エネルギーの最優先の原則というのが盛り込まれました。 再生可能エネルギーを伸ばしていくことこれはエネルギー供給を増やすだけでなく日本の新しい産業にもつながってまいりますその足らざる部分は原子力を再稼働して補っていくしか他には方法が今のところはないんだろうと思いますこの再生可能エネルギーをしっかりと伸ばしていく日本の経済の新しい目にしていくそういうことになるのではないかと思います高井さんどうぞはい あの私はむしろこれからの、えー、安定的な、まあ、エネルギーということで、まあ、まずは一番近いのが、えー、日本企業も参加してアメリカなどで開発をされている、まあ、SMR、まあ・小型炉心のものでございますけれどもこれを、あのー、やはり安全保障上この間もあの石川県沖にです、ね、ミサイルが落ちましたので地下に立地をすること、まあ、その次の段階で これ、まああのウランとプルトニウムが必要であり、まあ、燃料が重水素とトリチウムということになります、また高レベルの放射性廃棄物を出さない、えー、核融合炉、まあ、ここにしっかりと研究開発費を投入していくべきだとてております、まあ、これがが日本のあの産業の安,定安定的ななエネルギー供給につながっていくと考えております。 次は野田さん、の質問になります野田さん、えー、どなたに何のテーマで質問されますかそれではあの岸田候補に、私が抱えて掲げているのが、そのパラダイムシストム、まあ、弱い人とか、うん、弱いとい思われている子どもだったり、小さき者だったり、そういう人たちを主役にすることで、この日本の閉塞感、世界一の少子化高齢化と言われている国の、やっぱり逆襲をしていこうとあの思っています。 その中であの岸田さんのグループにいる女性議員たちは優れて優秀なあのお子さんを育てながら国会活動している、まあ、国光さんとか片藤子さんとかいるわけですけれども、えー、聞,く聞く力というのが岸田さんの,あの売りであります彼女たちは相当前からこのことについて、まあ、私以上に現役世代のママとして取り組んでいるんですけれども残念ながら今回岸田さんの一丁目一番地にはなってないんですよ。 でチュルドレン・センタード・ポリシーっていうのは世界で初めてなんです。でその原動力になってきているのは、まさにあの岸田さんの会にいる女性議員たちがここまで引っ張ってきた仕事です。これについて、えー、優先順が低いのは何でなのか。岸田さん、どうぞあの。確かに項目として目立たないのかもしれませんが、えー、私はこの子ども、あるいは子育て世代に対するこの支援、 この重要性はあのあちこちにこの,この盛り込ましていただいています。まあ、そもそもこの子どもあるいは家庭に対する公的支出まあ、えー、っと GDP でいきますとこの世界平均の日本半分程度だと言われています。まあ、こういった状況に対して日本は考えをしっかり整理しなければいけないということで先ほどのあの。 まあ経済対策の中にあの、今回の経済対策の中にも、中間層への支援,、うん、支援ということで、子育て世代に対する、えー、教育費、あるいは住居費、こういった支援、まあ、これもおおおお盛り込ませていただいていますし、そして今、党において、えー、議論になっています、えーえーと、子ども庁の議論、これもこれをしっかりと応援しなければいけない、こういった議論だと思います。うんえー、そして何よりも野田候補と一緒にあの出産費用の、うん この支援については、共に共同代表として仕事をさせていただいています。す私はこの先ほど言いました、世界的な水準から考えて、日本の子ども、家庭に対する支援、しっかりやっていく、少子化に向き合っていく、大事なことであると思っています。野田さん、いかがですか。ありがとうございます。実はそこが問題で、今まで様々な省や、 いろんなところで子育て支援とかやってるんですけど、それが連携が取れてないんですね。バラバラで気がつくと隙間事案とかいっぱいある。まさに岸田の田で頑張った消費者庁と一緒のコンセプトです。消費者行政っていうのがあの庁を作ることによって国の経済の柱になってきています。同様にこれからは子ども、これは先行投資なんですね。日本が大丈夫なんだと、持続可能なんだと、サステナブルなんだという国になるっていうことを見せる一番大きな肝なんですね。 ですからそこはあのいろんなところに支援するじゃなくて、集約させて、福祉、教育、そしてまあ不妊も含めてね、トータルで、そして子どもの出自をしっかりとあの権利を守れるようなデータベースなんかを作る大事な拠点だと思うんで、ぜひ、今一度、一丁目一目にしていいいたただきたいと思います、はい。次は河野さんの質問になります。 野さん、どのあたり何のテーマにそれではあの岸田さんに同じ質問です、はいあの。基礎年金、最低保障年金であるべき基礎年金が、はい、あ保険料で行われていると、当然保険料を払わない、あるいはあ免除された方は将来の年金が減って、基礎年金がまあ今、本当に最低保障になっているう。 かどうかという議論は置いておいても、その最低に必要な年金の金額が保障されないということになってしまいます。そうすると、この制度を続けていくのがいいのか、あるいは最低保障の年金部分というのは、構造的に税金でやらざるを得ないのではないかと思いますが、あのご意見を伺いたいと思いま岸田さん、いかがですか、はい、まずあの、年金の問題については、支える側と支えられる側のバランスです。 これ,これを考えた場合に税であっても保険料であってもです、ね、このアンバランスをしっかり考えていかなければいけないこれは同じだと思っていますえそしてあの、えー、っと近藤さんがこのおっしゃった先ほどの説明を聞いてて思うことですが年金のこの 生活をしっかり守らなければいけないこれはの、それはその通りだと思うんですが、やっぱりこれ、制度としてこれ税を使った場合に、ですね、えっと、か確か民主党の時七7万円の最低保障年金の議論があって、われずいぶん攻撃しました、あれ、確か8%税率、消費税上げなきゃいけないこれは不、これは事前不可能だと言ってきました。ですから、税でやるとした場合に、これ、実際何上がるのか。 これは一つ議論あの考える際に、しっかり示して議論することは大事だと思っています。この点について、ぜひ、えー、とはっきりお答えいただいた上えで、書えていきたいと思っていますす、はいかかがですかあの今の基礎年金の議論は、年金だけを考えて、何パーセントいいのかどうかという議論をしていますが、実は基礎年金で生活できない方は生活保護をもらっている。 あるいは生活保護の申請もせず苦しい生活の中でやってらっしゃる方もいらっしゃいますそういう分を考慮せずに今もらっている今出している基礎年金の金額とそれでは最低保障年金になった時に金額が多い少ないという比較はこれは必ずしも正しくありませんまた今は基礎年金どんなに所得が大きいどんなに資産がある人も保険料を払っている以上もらうことができますけども 高齢者でも所得1億円の方に最低保障年金を出す必要はないと思ってます。資産が1億円ある人にも出す必要はおそらくないんだと思います。どういう人を対象にどれだけの金額を出すのか、それによって今生活保護なり生活保護方の医療費の免除でどれぐらいのお金が出ているのか、それをしっかりと考えた上で議論しなければ、 今般に将来、保険あのお金がもらえなくて、年金がもらえなくて苦しい生活をしている、あるいは生活保護をもらっている人をそのままの話にしているだけに終わってしまいます。今度は岸田さんの質問の番です。岸田さん、どなたに何のテーマで質問されますかはいちょっとあの恐縮ですが、まあ、今の議論について、年金の議論について、今度候補にお伺いいたします。あの これその税,税,税方式の最低保障年金を導入する、そのことについて、先ほど、この具体的な数字をお示しいただけないか、こういったことを申し上げました。これについて、この消費税の税率と、この数字を少しイメージ、教えていただけないかと思っていることと、それが税方式に切り替えた場合に、従来の付加方式で、 この、えー、っと保険料を払っているこの現役世代から言いますとこ,れこの転換期においてこれ二重の負担になると、ですねかなりの混乱を生じることになるのではないか現実的な切り替えということを考えた場合にどうだろうか私は今の厚生年金のこの制度をできるだけ広げる形で この多くの人たちをこの取り込んでいく、こういった方式を考えています。ちょっとその現実性ということ、それから具体的な消費税の筋、これを少し教えていただけませんでしょうか。河野さん、いかがですか。あのこれはどれぐらいの年金をどういう人を対象に支払うかによって、税金の必要な額が違います。今の基礎年金、これ将来的には、 基礎年金にもマクロ経済スライドが入っていって、どんどん金額が減っていく中で、果たしてそれで苦労、えー、後の生活が最低限保障できるのかというと、多くの人がそうではないということをおっしゃるんだと思います。ですから、どれぐらいの年金金額を、どれぐらいの収入が他にある人に、あるいはどれぐらいの資産がある人にお支払いをするのか、それに対して、それでは あの税と言ったときに、これ一般的な税の議論をしたんでは、どんどん年金金額を上げろということになってしまいますから、仮に消費税にすれば、これぐらいの負担になりますよということをお示しをして、それが多いのか少ないのかという議論をしなければいけないと思っております。あの二重の負担、これはあの2階部分をどういうふうにするのか、積み立て方式にするならば、当然二重の負担が出ますが、二重の負担は一つの世代で召喚すべきものではない。 広く長く負担をしてもらうものだと思いますので、特に問題は起きないと思っています。岸田さんいかがですか。はい。あのやはりあのこの実現可能性ということについてもう少し詰めていかなければならないと思います。私はできるだけ幅広くこの社会保障をのこの網を広げていくこういった考え方で今現在進められている厚生年金の 制度をできるだけ広げるという方向で考えていますが、やはりその中で、河野さんが新たな提案をされた、その提案の実現可能性ということで、例えば7万円の最低保障年金、民主党の最低保障年金ですら8%の消費税がの引き上げが必要だということになり、我々は徹底的にそれを攻撃したわけです。 それとの関係も含めて具体的な数字をしっかり示して実現可能性先ほど言った制度の意向と合わせてですねもう少しご説明いただくことがこの議論にとって有益なのではないかと思っていますはいえこれでえ各候補2回ずつ質問しました3巡目最後の質問に入りますえ今度は野田さんから質問してもらいたいと思います野田さんどなたに何のテーマで質問されますか河野太郎さん エネルギー政策について、えー、お話をいただきたいんですけれども、かつてあの小泉純一郎総理が郵政民営化ということで凄まじい選挙をされました。あの国中熱狂しまして、まあ、私は反面に行って大変苦労したんですけれども、えー、小泉総理はその郵政民営化で選挙を勝ち、速やかに民営化に向けてスタートを切るわけです。 ちょっと前まで河野太郎さんのイメージはそことだぶっていて、やっぱり脱原発、河野さんになったら速やかに原発が止まってなくなってっていう印象国民の多くは持ったと思うんですね。 それに対してやっぱり原発に対して恐怖や懸念を持っている人にとってはすごく嬉しいことだったと思います。最近、ちょっと私もそこからずいぶん修正がされたのかなと。それは結構なことだと思うんですね。なぜかというと私はやっぱり生活者の一人として人工呼吸器を使っている人間なんですよ、まあ、息子が。やっぱり安定供給っていうのを保証できないことは私はやっぱりあってはならないと。 電力に関しては。そこについて、ぜひ、今、どうお考えながら、総理になったら、速やかにその過去の発言を実行してしまうのか、それについて聞かせてください。のさんあの福島で事故が起きたときに、私、党本部にいましたけど、その場にいた人、みんな私の方を向いて、お前の言った通り、事故になったなって言ったんですけど、私、そんなこと言ったこと、一回もありません。 あの私が言っている脱原発は、耐用年数が来たものは速やかに廃炉になる、緩やかに原子力から離脱していくことになると言っていることだけでありまして、あのそれ以外のことではありません。ですから先ほどご説明をした 化石燃料をまず止めなければいけない省エネと再生可能エネルギーを増やしていって足らざるところは原子力で補うけどもこの原子力の耐用年数の間に再生可能エネルギーを増やしていかなければならないということをずっと申し上げておりますあの以前北海道のイブリでしたか地震が起きた時に北海道停電になりましたあれは大きな 発電所に依存をして、そこに問題が起きたときに大きな停電になった、つまり大きな発電所に依存をしていたら安定供給ができるかというと、そんなことはないんです。再生可能エネルギーのように広く拡散した発電能力を持っているということが、いざというときの安定供給にも強いということを言えるんだろうと思います。野田,さん野田さんいかかがですか 私はあのポートフォリオといって、やっぱりエネルギーっていうのは安定,が安定供給が前提だと思ってて、その時代にあるものをしっかりとこう形にはめていく、その中で私はあの今までその原子力発電があの主であるという中で、私のライフワークである地熱発電というのは、なかなかこう皆さんに注目してもらえませんでした。 ところあの河野さんのおかげもあるのか、地熱発電についての,あの経産省の積極的な動きを見,て、えー、見えてきているので、やっぱり、えー、そういういろいろなことを考えていく、再生エネルギーとか考えていく、まあ、地熱は世界埋蔵量3位ですから、いちいち人にお願いしなくても自分の国にあるというそのエネルギー、ただなぜかそれがそのお金がかかるとか、なんとかかんとか理由をつけて進まなかった、こういうのはやっぱりぜひ進めていければと思っています。 次の質問は河野さん。です河野さん、何のテーマでどなたに質問されますかはいあの、それでは今の裏返しで野田聖子さんにあの。これまで再生可能エネルギーを増やすことができなかったのは、これは原子力発電に重きを置こうという力が働いていた。再生可能エネルギーに対する投資ができなかったのは、そこが見据えることができなかった。例えば、九州は、 再生可能エネルギーがが今無保証で出力抑制が行われていますしかし実際は九州管内にある石炭を止めて、えー、再生可能エネルギーを利用すれば無保証の出力要請というのはしなくても済むしかし残念ながら昔ながらのルールが適用されて出力要請が行われているというのが現実です今回のエネルギー基本計画の中で 再生可能エネルギー最優先という原則が打ち立てられて地熱発電についても環境省が立場を変えて国,公園国定公園の中でも一定のルールのもとで開発することができるということになりました野田さんおっしゃるように地熱のポテンシャルはアメリカインドネシアについて世界第3位の安定供給源ですあのそういういことを考えればあの 原子力に頼っていくこれ将来も野田さんは原子力に頼っていった方がいいと思ってるんでしょうか野田さんいかがですか私はとても現実主義者でやはり安定供給がきちっと担保できるというポートフォリオ今のポートフォリオまあ、これ毎年進んでいくんでしょう、まあ、メタンハイドレートもありました天然ガスもいろいろその都度やはりしっかりと見直していくことが国民への安全安心の提供だと思っています近野さんいかがですか はいあの原子力発電のコストが見直されて再生可能エネルギーの方が安いということが明確になりましたこれは専門家の方々が以前からおっしゃっていたことでこれにあの様々な再生 再処理工場の廃炉コストなどを入れればおそらく原子力のコストというのはまだまだ高くなってくるんだろうというふうに思っておりますもう世界中で再生可能エネルギーのコストが一番安いという国がどんどん増えていますおそらく日本もこれからもそうなっていくさらにその差は開いていくんだろうと思いますし原子力の産業というのはあまり先が見通せない その中で再生可能エネルギーというのは日本初の新しい技術が出れば、それは世界中に日本から出していく、日本の産業が新たに育っていくということになります。そういうことを考えても、今度のエネルギー基本計画が明確にうたったように、再生可能エネルギー最優先の原則で日本のエネルギーはやっていかなければならないんだろうと思います。次は岸田さんが質問です。岸田ささん、どの辺り何のり何テーマで質問れますか。はい すみません。今エネルギーの議論があったんで恐縮ですが、あの小野さんにちょっとあのえー、っとエネルギー政策についてちょっとあの追加で聞かせてもらいます。あのまず2050年カーボンニュートラル。私もそれは共有します。でクリーンエネルギーを用意しなければいけない。そして再生可能エネルギー最優先である。これもあのお,おっしゃる通りです。なおかつ今回そのクリーンエネルギーの この一つのつ選択肢として、えー、原発の再稼働、これも認めるということをおっしゃった、ここ,こ,こもうこのなるほどと思います。問題はですねその先でありまして、原発の再稼働を認められたわけですが、一方であの核燃料サイクル、これ止められるということをお,おっしゃったと聞,聞きました。ここののの点これは両立するものなかのかどうか この点についいてはかかがでしょう今の原子力発電の最大の問題はこの核のゴミの処理が決まっていないつまり使用済み核燃料プールが再稼働すると早い時期にいっぱいになってしまいますそうなると原子力発電所が止まってしまいます。今までは この青森県の再処理工場の原材料プールに移動するということで使用済み核燃料プールがいっぱいになるのを防いでまいりましたけれども再処理をしてプルトニウムが出てきてもその使い道が今なかなかありません本来は高速増殖炉でそれを燃やすというのがこの何十年ならいの政策でしたけれども高速増殖炉文ンが廃炉になりました えー、使い道はあモックスということになるのかもしれませんが、今のモックス燃料はヨーロッパにある日本のプルトニウムを使って生産されています。青森県で再処理工場を起動しても使い道がありません。あの6か所村らいら青森県にはもういろいろとご協力をいただいておりますから、その地域のご理解をしっかりといただいた上でえで、ー、今後のことを決めていかなければならない時期に来ているんだろうと思います。 岸田さんいかがでしょう。はい、あのえっ、ー、と使用済み核燃料の問題がある。でこれはその通りです。ただこの核燃サイクル止めてしまうと、あの核燃サイクルによって除去される高レベルのこの核廃棄物これはそのままということになります。あの再処理してこの再処理しますと廃棄物の処理期間これ300年と言われています。高レベルの この,この核廃棄物、これ、直接処理しますと10万年、これ、かかると言われています。この処理の問題をどう考えるのか、さらに言うと、これ、核燃サイクル止めてしまいますと、プルトニウム、これがこのどんどんと積み上がってしまう、これは日米原子力協定をはじめです、ね、日本のこの外交問題にも発展するのではないか。 この点について、どう考えるか、ちょっとあの革命サイクルを止めるということになります。と、別の問題がずいぶん出てきてしまうんではないかなと私は思っています、はい。え、続いて高市さんが質問になります。はい、高橋さん、どんなあたり、何のテーマで済ませますか、はい？あの、じゃあ、あの野田候補に。まあ、あの是非応援をしていただきたいというまあ、政策について質問いたします。まあ、7年前に政調会長だった時に。 えまあ厚生労働省の方でまあできなかった話なんですけれども今介護や育児をしながら働いていらっしゃる方が非常に多い中あのベビーシッターや家政士の利用についてまあいずれもあの当時は国家資格ではありませんでした今もそうなんですが国家資格化するということを前提にしてまあこの利用代金の一定割合を 税額控除するまあまたはあのまあ地方に対してお金を出してですね、うん、まあクーポンで対応するまあこの取り組みをどうしても今回は進めたいんですであのこの国家資格化っていうのはあの省令で、えー、できますよねですからまあ厚生労働省でまああのパブリックコメントの期間も、えー、考えながら省令変更をしていただいて国家資格化した上でまあ税額控除を行うというプランがあるんですがいかがお考えでしょうか。 野田さんどううでしょう私はあの16歳の時にアメリカに行きました英語喋れないんでアルバイトで例えばスーパーとかで働けないんで私がしていたアルバイトはあの牛の乳搾りとあとベビーシッターなんです。<laughs> で確かもう50年ぐらいあ、そんな前じゃないな。<laughs> 約,約40年ぐらい前にして、で、確か1時間1ドルもらってました。で、隣の子供の赤,赤ちゃんいるところに行って、2歳、2歳ぐらいの赤ちゃんで、何時にそのこの缶詰のパスタあげてねみたいなことを言われて、夫婦がその映画とか行くんですね。私のベビーシートの原点はそこにあるので、あまりガチガチに資格を取るということになると、 あの非常にその何かあるとすぐダメだとか、そういう,こう柔軟性がないと思います。東京都では多分小池知事がすでにそのクーポンかなんか出していて、その役所の人なんかも利用してて、便利だってます値段を引き下げることとが大事かなと思います。 高さんいかがでしょう7年前にダメだったというのは、まあ、これは国家資格ではないので、まあ、税額控除の対象にはできないという理由でございました、うん、まあその後、あの内閣府の方で、う、え、で、ーまあ、少しあのそういう制度ができたんですがそれは事業者が申請してくれたら初めて使える、うん、あの補助を受けられるというものでございました。 で、まあ、国家資格が前提ということになりましたら、奨励改正で,できますしまあ、税額控除になるとまあ、非常に多くの方が利用できるので、まな、あ、んとかこれを実現したいなと考えております。うん、はい、えー、候補者同士の討論、これで30終了いたしました。皆さん、ご協力ありがとうございました。え、これで第1部を終わります。総額祭の小森井さん、よろしくお願いします。はいえ、それではこれから第2部に入ります。 第2部では当クラブの企画委員が会場から寄せられた質問を参考に代表して各候補者に質問いたします。お答えは原則として1分以内でお願いします。15秒前になりましたら先ほどと同じようにランプが点滅します。そこで発言を締めくくるようにお願いいたします。なお、質問によってはですね、イエス、ノーなど、簡潔にお答えいただく場合もあるかと思います。まあ、限られた時間を有効に使うためですので、ご理解いただければと思います。 それでは代表質問者をご紹介いたします候補者の皆さんから見て左から小竹博之さん佐藤千彦さん橋本五郎さん坪井譲さん なお第1部では公平性に留意したルールで進行しましたけれども、第2部ではニュース性を重視して質問させていただくことになりますので、まあ、皆さんに同じ回数の質問がいくとは限りません。あらかじめご了承ください。それでは代表質問お願いします。えー、それでは最初に政治的な基本姿勢についてお伺いし、それから各論についていろいろお聞きしたいと思います。まず最初に、まあ、届け順に河野さんから。 お聞きしたいいと思います菅政権大変な期待のもとにスタートしたんですけどもわずか1年で退陣せざるを得なくなくりましたおそらく一番大きなこれは理由はコロナ対策がうまくいってないと国民に思われていたと,ということだと思うんですよね。そのコロナ対策の重要な一翼を担ってた河野さんそれに対してどう責任を感じておられるのか。 とうかもう一つ、この失敗から、まあ、あえて失敗と言いますけれども、この失敗から菅政権の何が悪かったのか、そこの分析なしに、これから政権担当しようとしても、なかなかまた同じつ,つまずきをしてしまうということだってあり得ると思うんです。そのの辺はいいいかかがががでししょうう、はい、ありがとうございますあの私が担当していたワクチンの接種 えー、これはスタートが数ヶ月世界的に見ても数ヶ月遅れでしたけども非常に順調にいきました、えー、アメリカと1回目接種ではもうアメリカを抜きおそらく昨日今日ドイツと肩を並べるところまで行ったんだろうと思います1741の市区町村47の都道府県それから多くの医療関係者の皆様の ご協力、ご尽力のおかげだと思っております。あの当初の想定されたやり方では、ここまでいかなかったんだと思います。もうさまざま箸の上げ下ろしまで、厚労省が通知で指図するということでスタートしておりましたが、もうそれではとてもできないというんで、それをみんなこう排除して、創意工夫にお任せをするというやり方にしたのが良かったんだと思います。 あのコロナの他の部分についてもあの河野太郎に逆にお任せをいただいて、えー、しっかり前へ進めていきたいと思っています。欠、えー、けていたのはやはり丁寧に説明をする情報をもとに丁寧に説明をするというところが残念ながら欠けていたそこはしっかりやらなければいかんと思います。はい、それれででは岸岸田田ささんんににおいいしししまます最初にいち早く手を挙げられましたもう8月26日でした月日か でおそらくこのときに、えー、まだ菅さんが出ないということではなかった、あくまでも、まあえー、菅政治がよくないから、自分が出るんだと、変えなければいけないんだと、トンウェイも変えなければいけないということで、手を挙げられたと思うんですけれども、一番、今もちょっと河野さんにお聞きしましたけれども、一番良くない点は何だと思いますそれを自分だったらどううしようと思います。はいはい あの具体的な政策については先ほど申し上げましたが基本的なこの姿勢として2つ課題があったと思いますえ1つはこの国民に対する丁寧な説明そして楽観的な見通しこの2つが課題としてあったと思いますその説明部分についてはやはり国民の皆さんの協力をいただかなければいけない協力をいただくためには納得感がもう必須であると この納得感のある説明、結果だけではなくして、必要性、あるいは決定に至るプロセスなど、これを徹底、丁寧に説明する、この分にこの、ここに課題があったと思います。もう1点は、やはり危機,危機管理の要諦は、最悪の事態を想定することだと思います。多分これでいくだろうでは、戦いにならない。やはり最低の、最悪の事態、これを想定して、 事態に当たっていかないと結局国民から見て後手後手に回ってしまっているそう見えてしまうこういった点はあったのではないかこの2点は基本的な姿勢として、うん、しっかり考えていかなければならないと私は思ってますはいじゃあ高市さんにお伺いします高市さんは安倍政治の継承さらに発展ということを強く打ち出されています一方で 安倍政治にはまた森かけや桜の問題をはじめ、まあ、今度負の遺産といいますかね負の部分も少なからずそれはあったと思うんですそこから一体何を学び取ればいいのかということをお聞きしたいと思いますあのまあよく安倍政治の継承と言われますが、はい、私が打ち出しました日本経済強靭化計画は、まあ、かなりあのアベノミクスの三本の野党は 内容をことにすするものでございます、まあ、ただし安倍総理とは国家間は非常に近うございますしさまざ、あ、ま一緒にやってきた政策があると、えー、教育問題などもそうでございますでもこの負の遺産ということですけれども、うん、やはり何かが何か大きな問題が起きて、まあ、特にえ森,森友問題では一人の職員が命を絶つというまあ重大な えことが起きてししままいました、まあ、こんな中で、やはりもう二度とこの書類の改ざんですとか、それからまたあのパワハラですね、これを起こさせない、まあ、この,あの改革を徹底的にやっていくと、これはまあ人事院でもさまざまなルールがありますけれども、やはり内閣一体となって、えー、力強くやっていくと、まあ、ここのところは特に力を入れたいと思います。 野田さんにお伺いします。まあ、四度目の正直という言葉はないんですけれども。はい、ようやく立候補にこぎつけたと。一体、何が壁だったんですか。まあ、先ほど申し上げたように、あの、私はずっと無派閥で。うんえー、グループが二十人すぐ集まってくれる仲間がいなかったということ。ですね。あとは、やはり、その安倍総理という、まあ、大変支持率の高い方との。 戦いに挑むの時に、やっぱりその当然、ダメになった時仲間たちにいろいろ苦しいをさせることになると思います。で、それを分かってる人はもう最初から来ないし、それでもいいよっていう人もなかなか集まらなかったと。でも今回はやはりあの若手の方たちもはじめ、こうやっていろんな人が出た方がいいよということで、私自身は多様性を自民党の誇りとしているので。 えー、ようやく遅れてきた女ですけれども、しっかり取り取組んでいきたいいと思いますただね、4度目の挑戦でありながら、立候補表明したときに、具体的な政策を示せないというか、示さないというか、これはいかがなものかと思います、準備したはずじゃないですか私はね、ええ、9月2日まで菅総理の選対を務める予定だったんです。うん ですから今回は私の大切な人が選対本部長になるということでまだ1年の任期ですから厳しいけれども支えていこうということが9月の2日でした、うん、だから3日からスタートしてそしてもう本当にあの1人から始めましたので大変時間がかかりましたただ私の政策っていうのはもうずっと前から言ってることと変わりませんですからあの用意してなかったら用意してお出ししたつもりなんですけどそうですかはい変わりました はい、あの菅政権の失敗、コロナの失敗に関して丁寧な説明を書いていたというのを河野さんと岸田さんがおっしゃいました。で、我々見てて、安倍さんの政治、安倍さんと菅さんの政治の最大の問題の一つが、丁寧な説明を書いていたことだと思うんですが、何度も立候補されてから聞かれていると思います、森友問題、改めて伺いますが、岸田さんは昨日の党本部でですね、 行政司法においてさまざまな調査報告が行われておりますので、えー、まあ国民の皆さんから納得感ということで足りないのであれば、政治の立場から丁寧に説明をしていきたいとおっしゃいましたが、調査をしないで、丁寧な説明ができますかいや調査が行われ、そして報告書が出されている、これは行政のありようです。 警察の調査等も行われましたそして今民事の裁判も行われています今引き続き司法での取扱いが行われていますこうしたこのそれぞれの立場で調査なり報告書が行われているそして行われようとしている民事の方がまだ続いているわけですからそういった状況ですのでそういったものをしっかり踏まえた上で 国民の皆さんのおこの問題に対する納得感という観点において、政治の立場からしっかり説明をしていくことは大事だということを申し上げておりますあんまり答えになってないと思いますけど、河野さんにもじゃあ改めてお伺いしますが、河野さんはこれはもう司法の判断が出ているという言い方をされているんですけども、検察が調べたのは刑事責任の有無であって、皆さんが問われているのは政治責任ではないのかと。 思うんですがこの問題に関して政治的に今、少なくとも調査についてしっかりと行われたということはあると思います。そして、あのこの問題を痛めている方がいらっしゃる、その方にやはりその方の心の痛みにしっかりと向き合わなければいけないというのはあのあるんだろうと思います。それは お目にかかってお話を聞くのであったり、いろんなことが考えられると思いますが、そこはあの政治の責任といえばあ、それが残っているのかもしれません。まだそこは果たされていないなと まだその政治的にまだ果たされていないぞというご認識なわけですね、まあ、あの政治の責任というのがやはりこの問題で心を痛めている方のその心の痛みにやはり寄り添うというところが残っているならばそこは政治としてしあの対応する必要は野田さんは昨日再調査すべきよねという趣旨のことをおっしゃったと思うんですけれどもその再調査というのは例えば佐川理財局長さんから改め,改めて話を聞くとかそういうことをイメージされてますか あの大根になってからさまざまな補欠選挙にかかってきたんですけれども、これごとく自民党落選をしてしまいました、とても優秀な候補者なのに、でそれはなぜかというと、必ずしもコロナの対策だけではないんですね、ずっとさまざまな問題を抱えたまま来ていて、そこがやっぱり有権者に明らかになってないというところで疑心暗鬼になっているんです。そ,そこの1つは、今おっしゃったように、行政までは調,調査が来てるんでしょうと。と でも行政と私たち政治っていうのはやっぱりコインの裏表みたいなもんです。だから、我々の仲間が疑われているのであれば、そうでないという証明もしていかなきゃいけない。その動きが本来は自民党の中でやっていかなきゃいけない。それはやってないことは事実です。うん、あそれをあの必要ならば必要なということで、こうとするのであれば、そういうことなんだと思います。野田さんにじゃあ重ねて聞きますけども、自民党はこの間、河井元法務大臣とか。 菅原元経産省とかお金の問題で随分批判されてます。で、そのたんびに安倍さんは任命責任は私にあると言ったけれども、何もしなかった。あの野田さんが総裁になられたら、ちゃんと説明しなさいよっていうふうに直談判というか、指示していただけますか私も過去いろいろこうあ,のありまして、その都度きちっと自分で説明責任を果たしてきたつもりです。 ですから、ぜひあの私が総理になった仲間たちには、そういう誠実さを求めます。高市さんにも説明責任です、一つ。高市さんは支持されている安倍さんの桜を見る会。安倍さんは結局、結果として国会で,で、ね、118回に上る誤った答弁、虚偽答弁と言われているものをしました。その以降、安倍さんは基本的に国会で説明をされていないし、野党が求めているホテルの領収書等も出していませんが、桜を見る会に、 対する安倍ささんんの説明は高市かから見てあれでで十分す私も、えー、桜を見る会については、まあ、総務大臣として、えー、政治資金規正法、えー、などを扱う立場からまた、えー、公職選挙法を所管する立場から何度も答弁に立ちました、まあ、あの時点で、えー、安倍総理自身が国会で長時間にわたる審議の中で 答弁をされた内容については、まあ、それを伺いながらあの法律に照らし合わせて、私もあの本当に誠実に答弁を続けてきたつもりでございます。まあ、現在あの刑事手続きがまだ終わっていないとまいう状況でございますので、なかなかコメントがあのしづらいところはございますけれども、あのあれだけ長い国会審議の中で説明はされていると思っております。 虚偽,虚偽答弁であったことも含めて説明されているとあの。本人が虚偽と思って説明をされていたわけではございませんし、まあ、私どももやはり答弁を作らなきゃいけませんから、あのまあ、米事務所ですとか、まあ、いろんなところと問い合わせをしながらですね、あの法に照らしてきっちりとした答弁をしてきたつもりですりはいじゃあ、岸田さんに学術会議問題を簡潔にお答えない,ないですか、はい、6人任命拒否された。 はい、岸田さんは、改めて任命するお考えはありますか。えっともうすでに行われた人事をひっくり返すことは考えておりません、えー、そして、これからの人事については、学術会議自体の今、ありようが議論されています、それも踏まえて、次の人事はしっかり考え、そして国民の皆さんに納得していただけるこの人事を考えていく。 これが、えー、筋だと思ってます分かりました最後あ、官僚の対応を河野さんにお伺いします。官僚をうまく使って能力を引き出すことが行政のトップとして不可欠だと思いますけれども、安倍政権では人事による洞窟など、官僚が萎縮したと指摘されています。こういうご認識が、えー、河野さんはおありでしょうかさらにあなたは官僚に対してどう今後接し,接していかれますか、あのー、以前振り返ってみると 各省が総理にに従従わわなない、い。官邸に従わない、えー、だから内閣として、えー、きちんと定まった方向に行くことができないという批判がありました、えー、その結果官邸の力を強くして内閣人事局を作るかつてはあ省はあるけど内閣はないというまで言われたということがありますあの私は方向としてあのー まあ、例えば農業をやりたい、教育をやりたい、だから農水省に行く、あるいは文科省に入るという人もいれば、国民のために働きたい、だから、を選ぶという人もいるんだろうと思います。そういう意味で、あの官邸の力が強いというのは、官邸が日本をどこへ持っていこうとしているのかが明確になるという意味であのいいんだろうと思いますしあのただ、その人事について、 えー、やはり能力本位でしっかりとやれなければいかんと思いますしあの、いろんな人の意見は聞く、だけど決まったらそれに従ってみんなでやる。これが霞が関の人事の要定だと思っています。はい、じゃあ次はコロナの問題。はいえー、っとそれでは新型コロナ対策についてお聞きします。まず最初は4人の皆さん、それぞれお答えください。あの医療提供体制の問題です。で感染の第5波では、まあ、入院できない。 えー、あるるいいは亡くなる方っていうののの相次ぎままししたた菅総理の記者会見でもそこの反省を述べられましたで皆さん、まあ、いろいろ養殖にやられて、まあ、あるいは政治い一政治家としてね、えー、それなりにそれなりにというか非常に責任があると思うんですよね。えー、今回の医療体提供体制の不備ということについてそれぞれどういうふうに受け止めてらっしゃるかまたまあ散々指摘されてることですけどもやっぱり日本は民間病院が多いと。 だから政府がやっぱり民間に、ね、業務命令できないと、でこれが非常にまあ今回ネックになっているんじゃないかと、であるいはちょっと、まあ、うがった見方かもしれませんけど、自民党がまあ医師会に選挙で大変お世話になっていると、だから自民党政権が、ね、医師会に対してまあ遠慮があって、物が言えないんじゃないかと、こういう指摘すらありますで。医療提供体制をとにかく具体的にどういうふうに改善するのか、もう1年半コロナ禍たって、同じ議論をずっとしていて、全く解消されてない。 これについいてお答えください、えー、と順番はどう高市さんが払ってらっしゃるか高市さんからううじゃ高市さん野田さん河野さん岸田さんでいきます。はいはい あのまあこれはまだ自民党総裁選挙でございますからこの後総選挙に勝つということを前提に私が内閣総理大臣になりましたら次期通常国会に法律案を提出いたしますまあそもそも我が国の医療制度というのはあの国民介保険制度の下であの加入者の保険料とそしてまたこれにあの国民の税金を加えて 成り立っていますこれで費用,費用負担が行われているということを考えますと、緊急事態においては、この国や地方自治体が医療機関や医療従事者の方々に対して、この病床確保等の必要な対応を命令する権限を持つということも含めて、法案化したいと考えております、はい、じゃ野田さん、お願いします。 あの一番正していかなきゃいけないのは、コロナはインフルエンザじゃないという扱いなんですね。インフルエンザではすぐ一緒にお医者さんに行って薬をもらいます。でもコロナは保健所、要するに保健の分野ということで、そこが問題が発生しているわけです。その保健所が悪いのではなくて、そういうシステムをどうその保管していくか。まず自宅療養はもう無理です。なぜかというと急変した時に手が届きません。さらに、できればですね、その 病院の受け入れをしてほしいけれども、そうでないのならば、危機的なときだけ、まあ、サブホスピタルを国がしっかり作って、えー、そういう発見、決済ワクチンを速やかに,そこに送って、その医療体制の下で、医療の枠ではないんだけど、医療をしっかりとサービスするってことが、寛容だと思います。はいえー、河野さん、お願いします、はいあの。ワクチン接種のスピードアップのために、感染症法の16条の2だったか、伝家の法等を抜く。 っていう,う抜くことを検討しろという指示が総理から降りたにもかかわらず、結局抜けずに、えー、ワクチン接種をやるということになりました。やはり非常時のこの指揮命令、えー、系統、権限というのはこれは見直さなければいけないと思います。臨時病院の設置についてもあの同じようなことが言えるのではないか、あの遅れたと言わざるを得ないと思います。ただ あの今回、痛切に感じたのは、一つはベッドはあるけども人がいない、その,その高度な治療をできる。 えー、人がきちんと揃っているか、あるいはそのチームがあるか、あのそれを考えなければいけないということと、もう一つは、その重症化した人を入院させるんだけども、回復した人をあの臨時病院なり中等症、軽症の病床にこう移していく、そこがうまく動かなかった、そこはやはり国なり都道府県がきちんと調整しなければいけなかったという反省はあります。冒頭の発言でも、そこのベッドの調整のことを言われてましたけど。 な今までできなかったことがこの政権になったらできるとてのはどうしたらできるようになるんですかあのそこは国と都道府県、きちんとどっちがやるのかというのを決めなければいけないんだろうと思います。都道府県がしっかりとやってくれるんだったらそこに任すのが一番いいと思います。ただ今回のの臨時病院の設置にしろ あの都道府県に対してやはりやるべきことはきちんとやってくださいということはお願いをしなければいけませんしそういう事態になっているということを国民の皆さんにきちんとお知らせをして今こういう対応を考えているんだということをあのきちんと情報をお出しすることでさまざまなところにあの結論を早く出さなければいけないという、まあ、プレッシャーというのかインセンティブというのを持っていく必要があると思います。 はい、じゃ岸田さんお願いします。はい、あのまあ、現状、えー、病床確保については国が総合調整機能を持って調整するということになっているわけですが、これ,これ将来的により強力なこの調整機能を発揮するえコントロールするということを考えた場合にえー、っと新たなこの工夫が必要になると思います。一方的に強制するというのでは現実反発を買ってしまう、えー、よって。 民間,民間医療機関も含めて、平素からこの感染症危機中核病院というような指定を行って、そういった病院には平素から診療報酬等の上乗せで優遇を与え、そして危機の際には、この国のコントロールによって、えー、もう反強制的にこの病床を出していく、それに応じない場合はペナルティも考えていく、こういった仕掛けを平素から作っておいて、 危機が生じた場合に国のコントロールを効かしていく、まあ、こうした工夫をすることによって、国の調整機能、国のより強力な権限、これを維持していく、こういった工夫をしていくことは大事なんではないかと、私は思っています。はい、ありがとうございます、えっと。コロナ対策でちょっと次の質問なんですが、一つはあの国、まあ、河野さんの,あの話の中にも出てきましたけど、国と地方の、ね、関係のあり方。 えー、まあ、あの、go to ト,トラベルめぐって、その、去年の暮れに、まあ、国と東京都が、こう。責任を押し付け合うような場面が見られたりとか、非常に国とその都道府県の。まあ、どっちに権限を持たせるかってことで、まあ、揉めてきたっていう経緯があります。ここを、まあ、つまり、国がより権限を行使できるようにすべきか。あるいは、逆に地方の権限や責任を強めるべきなのか。どうお考えになるかってちょ、まあ、河野さん、先ほどお聞きしたので。 えっと岸田さんこ、この質問とちょっと時間の都合でもう1つ、専門知をどう生かすかと専門家との,家との距離の関係ですねうん、うん。で、あり手に言えば専門家の意見のいいとこ取りつまみ食いみたいなことが随分行われてきてまあこれでいいのかどうかって問題がずっと指摘されました。例えばまあ専門のの科学顧問をね閣僚級のポストで置くとか あるいはその首相になったら記者会見に尾身さんを同席させるのか、させないのか、これがいいのかどうかとか、ちょっと全然違う質問を2つくっつけちゃって申し訳ないんですが、国と地方の関係、どうあるべきかが1つ、それから専門知をどう生かすか、この2つ、すみません、ちょっと時間の都合で、岸田ささんお答えください、はいはい、あの国と地方の問題も含めて、今回のコロナ対策を考えた場合に、 えー、国、地方、医療機関、うんえー、その他ですね、さまざまなこの立場の調整が十分うま、えー、くいかなかったということはあの、ご指摘の通りだと思います。ですから、これ、まあ、今回は、まあ、この中で調整を進めるということになるわけですけれども、将来的には危機,危機に際して、やはり司令塔機能をしっかり作っておかなければいけないということで、えー、健康危機管理庁というような、 新しい司令塔有事の時の司令塔これを考えるべきではないかこのように申し上げてきましたそしてえっ、ー、とちょっと待ってますえっ、ー、ともう一つとい,、まあ、いうことはあれですか、えー、都道府県じゃなくて国の権限をやっぱり強くするそうですねあの結論としてはっ置ですはい、うん、あと専門知をどう生かすかあ置あのえっ、ー、とこのこうしたあの、えー、専門家のそして科学的な見地これを生かすということから 私も今回の総裁選挙において、科学技術ーツコモント、うーヨンタチバの役職を各省に置くべきではないか。特に総理において、は主席科学技術顧問コモンようなポストをしっかり置くべきではないか。ヘソらこうしたこの科学的な見地を政策に生かすこうしたタ、あの、取り組みを進めていくべきではないか。こういったことを提案させていただいています。やはりこの政治、 これあの外交も含めてです、ね、今、科学技術,技術のこの検知をどう政策決定に生かしていくのか、これはもう世界的に大変重要な課題となっています。我が国においても、平時からこの科学技術の専門家とのしっかりとした距離感を作っておく、こういった体制を作っておくことは大事であると思っています岸いい田さんにあのこれ、確認なんですけれども。はい 分科会のメンバーね、うん、感染症の専門家が非常に多いですよね。うん、で、いや、一応あの、経済の専門家も後で入りました。しかし、これからウィズ・コロナを考えた場合、もっと幅広くね、うん、やはり専門家を集めるべきじゃないかと。まあ、今、いろいろ、分科会のメンバーを変えようとすると、またそれ、言うこと聞かないから変えるみたいなことを言われるかもしれないけども。 その点はどうお考えですか、はい、あのまさにご指摘の点、大変重要な点で、私もすでに総裁選挙において、政策の中に、えー、その点を盛り込ませていただいています、うんえー。先ほど申し上げたように、できるだけ通常に近いこの社会経済活動を取り戻す、これを目的として努力をし、そしてあのそれを取り戻した後それを維持していかなければいけないわけですが、その維持する際に、まさに今ご指摘があったように、 この医療だけではなくして、その物流であったり、人流、あるいは観光であったり、さまざまな産業、こうしたこの専門家の皆さんに集まっていただいて、どうやってウィスコロナ、コロナと並存しながら、さまざまな経済活動を回していくのか、こういった視点のこの専門家会議が必要だと。 といいうことを申し上げています。今の医療中心の専門家会議、これも大変重要だとは思いますが、このウィスコロナ時代を迎えようとするならば、そこから活動を回そうとするならば、そういった今言ったようなこの専門家の会議が必要だと私は訴えています。 はい、あのロックダウンについてちょっとお聞きしたいと思います。昨日あのテレビ各局見てたら、丸×でやってましてあの、野田聖子さんだけは×で、他の3人は丸と、ただ、岸田さんは、まあ、どっちかというと、強い人流抑制ということで、ロックダウンかなっていう感じがあったので、この質問は高市さんと河野さんにお聞きしたいと思います。 高市さんからあのご指摘なさっているようにやっぱり憲法の問題が出てくるんですね移転の,あのつまりロックダウンって何をイメージするかによりますけども、えー、警察官が、まあ、外出禁止命令が例えば出て警察官が拘束したり。 罰則かけたりということになるとじゃあ憲法の移転の自由はどうなるのかあるいは罰則かけるには憲法何条か、31条,31条でしたかねに関わると、はい、でそうするとその憲法論議をこれからやるのかと あるいは高市さんは今のコロナじゃなくてエボ,エボラとかね、ああいう急,急激にもうあの悪化して死に至る、あ,のああいうものが流行したときに備えてやるんだということをおっしゃってるんですが、どんなあのイメージで、どういう議論をして、そういう法整備をしようと思ってらっしゃるのか、もう少しまさに今おっしゃっていただいた通り、あり、今の新型コロナウイルス、現在の株についてすぐロックダウンをかける必要があると思っておりません。ただまだま変異株が入ってきてき 治療薬やワクチンが効かないと。 いうようよな事態、それからエボラ出血熱はもうこれは死に至るまでの期間が非常に短いですから、まあ、こういったものが入ってきた場合、まあ、水際対策を乗り越えて入ってきちゃった場合にですね、あの法の準備最悪の事態を想定した、えー、法の整備これを使うか使わないかは別として使う場合にはいつでも使えるこういう整備をする必要があると思います。で確かかにに条条ののの自由、それから31条の罰則を課す場合には必ず、えー法定 しななきゃいけないけ、まあ、ここにかかってきますので、まあ、もしも議論をする場合は、与野党で合同チームを作って、まあ、この憲法の議論で延々時間を国会の場で使わないようにです、ね、これはもう命を守るためだから、まあ、特措法でやろうよと、まあ、こういった形の提案、合意を得てから国会に出すというのが現実的ではないかと思っております。 河野さんいかがですかあの、河野さんもえロックダウン賛成と丸つけてらっしゃいましたけど、えー、今のコロナ対策でやるべし、そのための法整備が必要だというお考えでしょうかあと、憲法との関係、どうお考えでしょうかあの、現時点でのデルタ株ならば、そこまでいかなくてもいいんだろうと思いますが、このコロナ、どういう変異になるのか分からないというふうに思います。あのいざという時に本当に強い。 人流抑制が必要になる可能性があるならばそれに備える必要があるのではないかと思っておりますあの明確に人の命を守るためという理由があるわけですから私は憲法論議というよりは国会で法案審議をきちんとしてあのロックダウンを可能にする法案を作っていただくというのが大事なのではないかと思いますその際にあのどのような保障を入れるのかというところはあのこれはいろいろ議論の余地があると思っています では経済財政政策についてお伺いしたいと思います。あのまあ、皆さん、この戦いが終わった後にすぐ直面されるのがおそらくコロナ対策、経済対策の補正予算かと思います。す、え、で、ー、に岸田さんは数十兆円規模というふうにあの明言されていますので残りお三方に、まあ、どの程度の規模を想定されているのか、えー、特に河野さんはですね需給ギャップ22兆円ということをよくおっしゃってますがこれを埋めるような規模の対策をお考えなのか。 じゃあ河野さん、高市さん、野田さんの順でお願いしますあの。GDP ギャップを埋めていく必要があるんだろうというふうに思っております。まあ、あるんだろうというか、ある,ある,あるわけです。でこれはあの最初にどれぐらいの規模ありきということではない、まず何をやらなければいけないのかということをきちんと出していって、それを国費でやる分、あるいは民間からの投資でやれる分。 あの事業費と国費の投入分というのを精査をしていくという必要があると思います。私は最初に数字ありきで、そこを満たすために何かを突っ込むというやり方がいいとはあの思っておりません。あの当然に今回様々。 コロナで影響を受けた方々の生活支援というのもあるでしょうし 5G ネットワークあるいはグリーンへの投資といったことに力を入れる必要があると思います。またあのデジタルを後押しする意味で商店街地域ごとのデジタル化の後押しをするあるいは携帯にマイ政府マイ市役所マイ役場みたいなものを実現するための マイナンバー機能の実装といったことにも、力を入れなければいけないと思っています、はい。高井さん、お願いします。はい、私は、今回の補正、えー、速やかに組むべき補正は、絞り込むべきだと思っております。内容についてでございます。 あのまずコロナ対策、まあ、医療提供体制や治療薬など、まあ、こういったものを普及させるための支援、それからやはり今、お困りの、まあ、事業主体あの、事業を支えていただいて、ですね、やはり収束後に、まあ、しっかりと経済を回復する主役になっていただくための支援、それから生活困窮者を、まあ、お支えするための、まあ、支援、まあこういったあ。それからの 災害が随分ぶ起きましたから、まあ、復旧に必要な支援まあ、こういったものにまず補正は絞り込みたいと思っております。ですから、希望感はその需給ギャップを埋めるという。あの22兆円ではなくて、丁寧に積み上げをしてで、もしも当初予算でですね。あのすぐには使わないと。 というものが見つかったら、減額補正ということもできますので、まあ、それも含めて考え、先ほど来、あの私が披露して、これまで披露してまいりました、新たな政策については、来年度の当初で、えー、計上していきたいと思っております野田さん、お願いします、はいえー。コロナがある程度続いいててきた次のの一手っていうのは 私はあのグリーンリカバリー。あのこれはもうお河野さんがあの,の分野かもしれませんけど、私も実は党の方で責任者をやっているので、これは別に私の意見というよりは、党が今進めている次の緊急経済対策ということでご,ご報告しなければならないと思います、まあ。2050年のカーボンニュートラルを約束しているので、まあ、それを実現するために、まあ、ありとあらゆる努力をしていくと、まあ、その中で今、大変高いあの。 宿題いただいたんですけど、2030年地球温暖化ガスの46%削減目標っていうのを鑑定、えー、がいただきました。で、党は今受け止めて、私が責任者として動いています。で、そこからいろんな事業が出ることで、まずは緊急事、えー、あの経済対策になっていくということは確信しています。具体的にはあの、のよくおっしゃってる洋上風力とか水素ステーション、あとは EV ステーション、 でえー、さらには海底直流ケーブルってご存知だと思いますけど、こういうものをやっぱ公共的に、公共事業として補正予算からしっかり応援していくこと、さらにはその関連の設備投資には公的な資金、支援をするということで、大体いい10年で20兆円、これを今、党としては、えー、官邸からの意を受けて取り組んでいるところなんで、えー、ぜひこれを実現していく、その覚悟です。 あの次に成長戦略ですねあの、当面の経済対策もさながら、このアベノミクスの3本目の矢、まあ、これがこれまで弱かったというふうに言わざるを得ないと思います。でこの3本目の矢については、まあ、あのおそらく野田さんは子ども真ん中政策だということを明確に言われていますので、残りお三方、私の3本目の矢は何が違うのか、どこが違うんだということをお聞きしたいと思います河野さささん高さんん岸田高お願いします。 アベノミクスは企業の利益を大きくしたという意味で、まああの、日本経済を動かしたという意味では良かったんだと思いますが、企業の利益で止まってしまって、個人の所得に行かなかったというところがあると思います。あのまずは、この労働分配率を上げた企業の法人税を減税をして、賃金をきちんと引き上げていくということ、それから今こう、職を変わるときに、 次の職が賃金の高い職につけるようなトレーニングを受ける、その単なる失業保険ということではなくて、生活を支えながら次の仕事のためのトレーニングを受けることができる制度というのを作らなければいけないと思っています。今、失業保険と生活保護の間のさまざまな制度、これは極めて利用されている金額が少ない、そこをやはり拡充していく必要がある。 あのそうやって、まず賃金に着目して、賃金を引き上げていくというところをあの一義的にやっていかなければいけない。それと、あの今、規制改革推進会議でさまざま規制改革を動かしてまいりましたあの。新しい付加価値をつける規制改革というのはあのこれこれ、これまで以上にやらなければいけないと思っています。はい、あのまず、えー、これからの成長を考えた場合、バイオですとか、量子ですとか、 半導体であったりグリーンですとかいろいろなこの分野可能性があると思いますがなんといってもこれスタートアップこの成長を支える企業そのものをしっかり増やしていかなければならない日本においても昭和20年代ソニーホンダをはじめとする新しい企業が大量に出てきて日本の経済をこの引っ張っていったアメリカにおいても2000年前後 GAFA をはじめとする新しい企業、百数十社がこの中核になって経済を引っ張ってきた、やっぱりこれ,これからを考えた場合、分野も大事ですが、受け皿となりますスタートアップ、しっかりとこの育てることによって、さまざまな分野を育てていく、それと加えて成長と分配、これ、セットで考えることによって、分配がさら,さらに次の成長を生み出す。 この好循環を作っていくことが、これからの成長において大事だと思っています。はい、あのま冒、あ、音に危機管理投資については申し上げました。まあ、様々な日本や世界が直面する課題を先取りして研究開発し、製品サービスとして、またそれを海外に展開していく。イコールまあ、成長投資になるということを申し上げましたが、まあ、成長投資としての得だしっていうのは？ 日本に強みがある技術分野というのがたくさんございますね。まあ、例えばロボットやマテリアル、まあ、すごいせ世界シェアを持っています。まあ、しかしながらロボットの場合は、あのすごく頑張ってて、これから用途も広がっていく、また多分おそらく、えー、年率14%ぐらいで需要も増えていくんですが、システムインテグレーターが足りないと、まあ、いったような課題があるで。ここはやはり小規模事業者が多いですから、資金繰りも大変、人材育成やそれからまた資金繰り対策 いいうのもしなきゃいけませんそれからまた、漁師ですね。まあ、これは非常に大きな世界だと思いますので、え富岳開発後の、えー、2大国家プロジェクトとして、私は国産の漁師コンピューターの開発、そしてまあ先ほど申し上げましたけれども、えー、小型商用核融合炉の開発、これを2大国家プロジェクトとしたいと思っております。はい、ありがとうございます。 あのまあ、財政出動を、あ当面避けられないかと思いますけれども、まあ、イギリスやアメリカを見ましても、ですねあのこの先の財源の確保、財政の健全化というものにもまあ意識を向けているというところがあるんだと思います。えー、ですが、安倍前総理、菅元総理、まあ、あの消費税率を10年間上げなくていいだろうと。 いうこことをまあこれれままで明言されてきました、えー、その今すぐにです、ね、その財政の健全化に踏み出すのは難しくても、まあ、せめて議論ぐらいは始めるべきではないかと、えー、そうしないと無責任ではないかという気がします。であの先ほどまあ岸田さんの方からあの河野さんに年金の財源の問いかけがありましたけれども、ではその岸田さんはこの消費税を10年間上げなくていいのか。 えー、その辺を聞きしたいそれから河野さん、先ほどあの年金の財源に充てる消費税については、まあ、ある意味、ある程度の増税は避けられないと、その金額はまあ制限されるかもしれない、えー、ということをおっしゃってました、で年金改革にまあ踏み出すとなると、そこの消費税をお,お示しするというふうにおっしゃってたわけで、まあ、増税をまあお認めになっているということだと理解しますが、えー、その辺はいかがでしょう。か お二方、はい、お願いします。はいえー、まずあの消費税、えー、まあ十年とおっしゃいました。まあ十年と、えー、きっかり決めるわけにはいきませんが、十年程度は上げることは考えません。えー、そして財政というのは国の信用の維持、えー、税ですので、これ財政再建の旗は下ろしてはならないと思います。えー、よってこれすぐにおっしゃるようにこれ増税で財政を埋めるということは 全く考えていませんが、この方向性、順番だけはしっかり考えていかなければいけない、このコロナとの共存、実現して経済を再び回していかなければいけない、先ほど申し上げたように、成長と分配の好循環を作り上げていかなければいけない、そういったこの経済を作り、それに 適した予算というものをしっかりと精査していく、その上で財政ということにも考えていく、この今、コロナ禍、あるいはコ,あのコロナとの共存、この段階でこれ、増税云々を言ってしまうと、今のそのシナリオがあ全部がガタガタになってしまう、この順番で考えてるんだと。 これを国際的にしっかり示し、日本の財政の考え方を明らかにしていく、このことは大事であると思っていますあの税率を言うと、もうそれだけが切り取られて先に出ますから、あのそこは言わないようにしているんですが、今の基礎年金というのは、半分保険料、半分税金ですから、あの保険料をやめれば、その分も税金でカバーをすることになります。しかし、保険料はいらなくなるわけですから。 支出が同じならこれ全部2ペイになるはずです問題は保険料を払えなくて払えない人があのその分年金がなくなってしまうんで、えー 生活保護をもらうことになるそうすると実は医療費も免除されたりということがありますからあの年金を出さずに生活保護を出します仮にその金額が同じであっても今生活保護の方が大きいことが多いんですけども同じであっても医療費免除がついてきたりするとそっちの方が財政支出は大きくなっておりますそれからそれこそ年収1億円の方にも保険料を払っていれば 基礎年金をお出しをしますけども、その部分は出しませんよ、年収、えー、いくら以上の方には最低保障年金出しませんよといえば年金の支出が減るわけですから、それをどう組み合わせていくかということを考えないといけないわけで、その税金と保険料、あの支払う金額が同じならそこは2ペイになる。しかしかその減らす分と 保険料を払えなくて年金をもらえない人の分をカバーするところは増えるそこをどういうふうにあの調整していくかというところでトータルの支出がどうなるのかということになると思いますあの金額を変えてだから増税になるんだという議論はこれはもう最初から議論を潰すだけだと思っています はいえー、あとじゃあ高市さん、と野田ささんんにお聞きしますあの高市さん先ほど河野さんの年金にあのやや疑問を呈されていたと思いますけれども、あの高市さんがおっしゃっている給付付き税額控除も、まあ、非常にお金のかかる政策であります。でこれを実現するための、まあ、財源とセットで、どういう議論をされていくのか、えー、それから野田さん、こ、まあ、ども真ん中政策ということをおっしゃってますけれども、えー、果たしてその子ども庁というものを創設しなければできない政策なのか、あのその2点を にきたいいと思いますあの給付付き税額控除につきましては、まあ、今のコロナ禍で相当経済が傷んでいる中で、えー、あの一生懸命働いているんだけれども、まあ、所得が低い、まあ、そういった方々のための税制です。場合によっては時限的なものになっていくかと思います。ただ、これはあ,のあくまでも勤労が前提の税制でございます。 総内閣のときにはあの、残念ながら、今のようなマイナンバーの、不板が出来上がっていた、そういう時期ではありませんでしたので、またそれを税に使えるというような形がかあの完成してませんでしたので、なかなか難しいという状況がございましたけれども、まあ、今でしたら、えー、対象を決めた上で対応ができると思います。ただだそのの対象をどううするのかと、まあ、いうこといいこについてはまだあの現在 あの私は一候補の立場でございますので、えー、それなりの立場になりましたら、対象もしっかりと考えて、そ年収要件も、えー、考えながら対応していきたいと思っております。かつて消費者庁ができる前、与党自民党の中に消費者という概念はありませんでした。産業振興、つまり消費者と対立している人たちを伸ばすことによって経済を強くするという発想でした。今現在は消費者庁ができたことで消費者行政、 そうした経済というものがやはり生まれてきていることは事実なんですね。それを踏まえて、与党自民党の中では子どものお話はほとんど出ません。そういう勉強会とか、そういうところに行くと出るんだけど、それっきりです。今回のコロナ禍でも、ほぼほぼ女性子どもについての議論はありませんでした。ただ、ここがポテンシャルなんだと。世界中の投資家は、この国が持続可能かどうか見てるんですよ。今は、この少子化で毎年70万ぐらい。 子供は生まれれててこなないいい国家は持続可能だと満たされていないそういう意味では集中的に投資してやはりこれで、えー、巻き返すとこういう大きなあの私たちはアジェンダを抱えているそう思って取り組んでいます先ほど河野さんと岸田さんの間で核燃料サイクルの問題ちょっと論争になりましたけども河野さんにお伺いしたいんですけどもこれは使用済み核燃料は 地球に埋めて最終処分しないといけない。そうすると、まあ、それ以外にいろんな問題があるということを岸田さんご指摘されたけども、河野さんの場合は、地域のご理解を得てと、というお話されてましたよね。となると、地域のご理解は得られるんですかあるいは、河野さん自身が地域に乗り込んでいって、理解してくれと、というところまで考えた上での、これはあ手じまいなんですか その辺はいかか。がですかあのこれはもう核燃料サイクルをやるやらない原子力発電をやるやらないにかかわらずもうすでに核のゴミは出ていますから今あるものをどう処分するのかというのはこれは私であろうと岸田さんであろうと誰であろうとやらなければいけない問題ですで経産省の説明にそごがあるのは使用済み核燃料だとこうなるけども 高レベル放射性廃棄物だとこうなりますという説明をするんですけども、再処理をすると使用済み核燃料から高レベル放射性廃棄物とプルトニウムが出てくるんですと。処分しなければいけないのは高レベル放射性廃棄物だけじゃなくて、プルトニウムも処分しなきゃいけないんですけども、必ず経産省は使用済み核燃料と高レベル放射性廃棄物、じゃあプルトニウムはどこに行くんですか、えー、そこも処分をしなければいけない。 ですからどこかで最終処分、地層処分をする場所をまず探さなければいけない、でこれはさまざまな技術的な進歩があって、10万年かかるものが本当に短くなるんであるならば、そこはもう一度戻して、その処分をしてやればいいんだと思いますが、現時点ではそういう技術はありません、あのそれをほっといたまま、当分、このままでいくのか。 そろそろ現実的な最終処分方法を考えるのか、私はもう現実的な処分方法をどうするのかというのをテーブルに載せて議論をした方がいい、そう申し上げているわけです。はい、じゃあ、その最終処分場を決める、その決めることにおいて河野さんが責任を持ってやりますよというふうに受け取っているわけですか。 これはもう国がやらなければ、やっぱり民間の電力会社がやったことですというわけにはいかないんだろうと思います。ですから、これは国の責任である程度、どうするということはやらなければいけないことにもなってきていると思います。 <laughs> えー、外交・安全保障政策についてお聞きします。えー、まず対中国認識、あのー、これは最初4人にします、えー、台湾情勢含めてですね、あのーまあ、中国の軍事力がまあご承知のとおり急拡大して、アメリカからは台湾有事を懸念する声が出てます、でまあ、例えば中国が台湾に何らかの軍事行動を起こす可能性、あるいはそれをめぐって米中が衝突する可能性。 そういう、まあ、いわゆる台湾有事についてどれぐらい可能性があるかというふうにどれぐらい危機感を持って見てらっしゃるかその認識をまずお聞きしたい合わせて、まあ、今年の4月の,日,あの日米共同声明には台湾海峡の平和と安定というのが盛り込まれたわけですがその平和と安定を確保するために日本、アメリカ、中国それぞれどういう対応をする必要があると思いますかその、まあ、2つを中心に、えー、皆さんの認識を聞かせてください。 えー、高市さん、野田さん、河野さん、岸田さんっていう順番でいいですか？はい、いいですか？はい、お願いします。まあ、あの常に最悪の事態を考えてまあ、リスクを最小化するというのが私の政治姿勢でございますし。しまあ、台湾入事については、可能性はあの高いと考えて備えをしなければならないと思います。まあ、ただ実際にですね。まあ、これをどうしていくかということになりますと。 まあ日本でできることがあの特に軍事面で限られている、まあ、国防力を持ってあの国防力、まあ、そのものの面でもまあ限定されているということがございます、まあ現実的にはあのこの実効的なまあ抑止と対処に必要な能力についてあの我が国が保有をしそしてまあ米国、日米同盟で補完するという方法が考えられるんじゃないかなと思っております。 よろししいいいですすすか、はい、ありがとうございまま、はい、じゃあ野田さんお願いします日本は今、外交においてはインド太平洋戦略と、まあ、当然、日米同盟のもと、この2つの柱で、えー、ありとあらゆる手立てを講じて、えー、平和の確保をしていかなきゃいけないと思っています。それがまず基本ですね。で、あの対中という話になるんですけど、これあのあの、中国とアメリカ、アメリカと中国との対立の中でいかにそれを良くしていくかと。 同盟国の日本としてよくしていく。また、アジアの地政学的な、その経済的に交流のある日本として、現実的対応をどうするかということで、非常に鍵になるんです、日本が。パッシングじゃないんですね。だからそこは、やっぱり、えー、我々は終戦後、非戦を誓ってきた平和主義ですね。その中で、今ようやくある意味で自分たちの,あの取り組みをお見せできる最大の機会を得ていると思って、しっかりとした外交、 を、あの、トップがやっていくべき時期が来ていると思っています。河野さん、お願いします。はい。あの、全面的な、上陸侵攻が、起こる可能性、を否定はできないと思いますが、むしろ、その、様々なグレーゾーン自体であったり、情報戦であったり、え、様々な、あ、撹ということが。 起きる可能性はあるんだろうというふうに思っておりますそういう中であの日米同盟に加えて、えー、クアッドあるいはこのヨーロッパからあこの太平洋に向けて目を向けてもらってその何かを起こさせないという,う 国際社会の強い意志というのを中国に向けて見せていく必要があると思いますこれは台湾だけでなく南シナ海でもあるいは東シナ海でも同じということだと思っておりますただこの日中関係安全保障だけではありません経済的な交流もあれば人的交流もあるわけですからそこは一つの側面での両国関係全てを規定してしまうのではなくて 重層的な関係の中で中国に対して、まあ、したたかに外交を繰り広げていかなければならないというふうに思っています、はいえー、っとまずあの中国、これは我が国の隣国であり、さまざまなあ深い関係にあります。よって対話は続けていかなければならないとは思いますが、しかし、権威主義的なこの姿勢が拡張している中にあって、 私たちはこの自由や民主主義、法の支配、人権といった普遍的な価値を共有する国々としっかり中国に大国としての振る舞いを訴えていかなければならない、こういったことです。台湾有事についてお話がありました。台台湾湾有事これはははまずは台湾問題にについては平和に解決すするるべく関係国が努力をする こういったことであるとは承知していますが、もし有事が起こった場合には、この我が国としては、国民の命、暮らしを守るために、この平和安全法制、私も担当の外務大臣を務めましたが、この法律の規定に従って、しっかりと対応していく、こういったことです。地域の安定のために、クアッドをはじめ、さまざまなこの枠組み、活用して、地域の平和の安定を守っていく。 大事な視点だと思ってます。 はいあのコノさんが日中関係についてあの言及されましたがちょっとあの外務大臣防衛大臣経験者の河野さんと岸田さんにちょっとお聞きします日中関係に限定してお聞きしますまああの来年は日中国交正常化50周年ということでまあどういうふうにまあ今みたいな日米中関係非常に難しい中で日中関係をどう組み立てていくつもりなのかとまあリアルの首脳外交となかなかコロナ禍で難しくなってますけれども例えば来年のその国交正常化50周年を機に 中国との間で首脳外交を再開するのか、あるいはあのもう一つ難しい問題として北京の冬季五輪の問題が来年あります。で、まあ欧米からはその外交的なボイコットですね。選手じゃなくてまあ用人をまあ外交的に送らないゲストとして送らないというようなあのそういう対応、まあ、人権問題との関係でね、あのそういう声も出てますが、あのそういうものを G7 のまああの国々から。 日本も同じように同調して外交合意とことを、ね、北京冬季五輪でやらないかと言われたら日本はどう対応するのか、つまり日中関係、どう組み立てるかというお話をあの河野さん、岸田さんあの、ちょっと時間の関係で申し訳ない外務大臣経験者ということをお聞きいたします。 あの日中関係、やはり人的交流というのが基礎の一つだと私は思ってるんですけどもコ、コロナ禍で全くそれが動いていないというのが、やはり非常に大きいのではないかと思っております。もう一つはやはり、この首脳会談というのは定期的にやっていくべきですし、あの政府間の会談というのもしっかりと続けていって、意思の疎通を図るというのは大事だと思います。 あのやはりこの習近平政権、非常に拡張主義的ではありますが、これが中国共産党全体なのか、それともこの習近平さんというリーダーであるからなのか、その辺の見極めというのは、しっかりやっていかなければいけないと思っておりますし、むしろこの中国のリーダーシップに拡張主義的ではなく、 この国際秩序の中の一つのプレーヤーとして力を発揮すべきではないかということを申し上げる必要があると思います。オリンピックに日本の総理が毎回行ってたかどうかというのは私はちょっとあの知らないんですけどもそこはもうその時の状況でさまざまな判断というのをするべきなんではないかと思います私はですね、まあ、外務大臣在任中特に、えー、日中関係が厳しい時代を経験いたしました。 私が外務大臣に就任した当時、首脳会談どころか外,外務大臣会合すら開けないというこの対立の中で日中関係を考えました。そこから少しずつ日中関係を動かしてきた、こういった経験からしますと、やはり首脳はじめ、要人のこの対話、これはすべての基本になるということです。ぜひこうした対話は続けていかなければならないと思っています。 まあ、北,京北京五輪については、えー、日本はやはり欧米諸国とは地政学的にもこれは違う立場にあるわけですから、これは日本独自の判断をしなければならない、このように思います。来年の2050年をに向けて、少しずつ人的交流を積み重ねながら、将来を探っていく、なかなか今すぐには未来の方向性は見通せませんが、こうした手がかりは、 大事にしていかなければならないと思ってます。はい、ええー、そしたら、もう一問だけ、お二人すいません、外務大臣経験者ということで、まあ防衛大臣経験者でもあります。対北朝鮮政策です。 えーまあ、拉致、核ミサイル、この3つについてお聞きしたいということなんですが、まあ、ミサイル問題はご承知の通り、もうちょっと通常のミサイル防衛では迎撃できない、まあ、変速軌道のミサイルが飛んできたりとかですね、あるいは、まあ、敵基地攻撃能力の議論はありますけども、あれだけ移動式でトレーラーだけじゃなくて列車から撃ってくるあの撃ってくるってことになると、なかなか難しいという状況になっていると思います。でまあ 北朝鮮の核ミサイル問題にどう対応するかそれからまあ拉致問題お二人とも外務大臣経験者ですけどうんな何をやってこられたかなかなか言えないこともあるかもしれませんが安倍政権菅政権拉致問題最重要課題といって金正恩総書記と会いたいといってでも進まなかったこのことについてどう捉えているかそれでご自身が政権を取ったら拉致問題どう進めるのか。 拉致問題核問題ミサイル問題についてあのお答えください。じゃ次は岸田さん、河野さんの順番。はい、えー、っとあのミサイル防衛体制については自民党においても、えー、昨年イージスーアーショアの中止があこの発表された後、えミサイル防衛体制これで十分なのかということで、えー、自民党のこの各部会調査会でこの議論が行われてきました。 あのこのおっしゃるように変速軌道であったり超低速であったりあるいは超音速であったりこのミサイルの技術はどんどん進歩しています我が国のこのイージス体制で十分なのかこれはしっかり考えておかなければならないと思っていますそしてその議論の一環として私はこの敵基地攻撃についてもこれ第一撃の攻撃というのはこれはまさにこの古い議論でありますししかし第二撃にへの備え この牽制するという意味では、こういった選択肢もあるんではないかと思っています。え拉致問題については、これはあ,のあらゆるこの直接会談も始め、あらゆる手段を考えなければいけませんが、まずはバイデン、アメリカ新政権の対,対北朝鮮政策、これを確認しながら、そして意思疎通を図りながら、具体的に我が国としてどう動いていくのか。 これを考えていくのが順番であると思っています。じゃあ小野さん。 あの北朝鮮についてやはり情報収集能力を向上させていくということはこれやらなければいけないと思っておりますあの。それこそ衛星コンステレーションのようなことを考えていく必要があると思いますしこの見えたものをどう分析していくのかという能力をさらにさらに向上していくということは非常に大事だと思っております。あの抑止力を日米同盟の中で高めていく北朝鮮というのは極めて特異な政治体制ですから対北朝鮮についての抑止力 これはいろいろなあの議論があると思います。えー、しかしあの、北朝鮮に向けての抑止力ということを高め、それをきちんとメッセージとして相手に伝えていくということはあの必要なんだろうと思っておりますあの。外務大臣時代、北朝鮮の外務大臣と何度かやり取りをいたしました。あのこれはあ先方のお首脳とやれば解決しない問題だと思います。あの 首脳会談を目指していくという方針に変わりはございません。はいえー、とじゃあ、改めまして外務大臣経験者お二人に日最悪と言われている日韓問題についてお話を聞きます。まず、岸田さんに、えー、最終的、不可逆的と言われている慰安婦問題をせあの合意を得た岸田さんがです、ね、今、この現状をどうご覧になっていて、どうすればいいんだというふうにお考えでしょうか。 はいあのー、今おっしゃったのはあの2015年の慰安婦問題に関する日韓合意について、はいえー、だと思いますが、私はあの合意は今でも大変重要な意味を持っていると思っています。えー、この問題について、最終的、に不可逆的に解決する、両国は今後、国際会議等において非難することはしないということを世界に向けて発信をした、それを世界が高く評価した、あの合意です。 日本としては、この合意の中身、すべて実行しましたかん。あなたはどうですかということを韓国に迫り続けている、これが現状です。これ、こうした国際的な合意、えー、そして他の問題を含めますと、条約、さらには国際法、こうしたものを守るかどうか、これがこの今問われているこれをこれを、これすら守らなければ、将来に向けて何を約束しても未来が開けないと。 いうことだとだ思います対話は必要ですが、その基本をしっかり守りながら、韓国にこの考えてもらう、今言った点においては、ボールは韓国にあると、私は思っています、はい、じゃあ、河野さんに、河野さん、あの明らかな報復措置であると言われる対艦輸出規制強化措置は、ですね結果として日本国内の半導体関連企業を苦しめています。 例ええ向こうが問題のきっかけだったとしても、この問題はこのままでいいとお考えですかあの日韓の問題は、やはりこの基本条約に反するような、これは司法の判断だと言われるのかもしれませんけれども、それは韓国内で解決をしてもらわなければならない問題なんだろうと思っております。ですからこれは韓国の政府に えー、しっかりと対応していただくというのが大原則だと思います。あの貿易について、えー、これについてはあの日韓両国できちんとあの話し合って、えー、必要なことはするけども不要なことはしないというのがあの原則なんだというふうに思います。これ本当に韓国側が何か問題が起きているならば継続しなければいけないし、その状況が解消されているならば。 Uh, もうそのお。 対策も不要になるということだろうと思います、日本から何かするっていう話ではない。これもうあの日本から韓国からと言わずに、この貿易の問題というのは、もう両方からきちんと歩み寄って話をするというのが大事だと思います。もう一問河野さんにちょっと沖縄の問題を聞かせていただきます。まあ、基本的に我々心配している辺野古どうなるんだっていうのを聞いてもきっと何とかします。とおっしゃるだろうと思うので、過去の話として聞かせていただきますが、河野さんはかつて自民党の？ 日本地位協定日米地位協定の改定を実現し、日米の真のパートナーシップを確立する会に関わられて、地位協定の改定の旗を振りました。だけど、外務大臣もやったのに、何も変わっていないんじゃないかという批判があります。これはななぜ変わらなかったのか あの地域協定そのものでなくとも様々なルールであったり、協議の中で実態が変わってきたということがあります。これはあの環境問題にしてもいろんなことが動いています。あの1番、いい方法でこの状況を変えていくというのが大事なことであって、あのなんか地域協定を変えるか変えないかが。政治問題化していけば。 あのこれはアメリカ側としても、なかなか受け入れることができなくなるんだろうと思います。大事なのは、この実態をどういうふうに変えていくかということなんだと思っていますすべての総理大臣になられたら、その日米合同委員会の議事録をです、ね、全面的にオープンするというようなことぐらいは、ここで公約はできないんですか。あの日米合同委員会の中で、対外的に出せないものもいろいろあります。これはもう安全保障のの問題その他 あの出せるものについてはこれはなるべく出していかなければいけないというふうに思ってます。でもそうなってないんですよね。あのそこはあのしっかりと見ていきたいと思います。わ、はい、かりました。はい。じゃあ続いて憲法問題についてお伺いします。これは岸田さんにだけお伺いします。岸田さん記者会見で、はい、自分の任期内にメドをつけたいとおっしゃいました。はい、あれ私聞いて驚いたんですけど、これまで憲法改憲問題ずっと議論されてきて。 まあ、足踏みしているというか進んでいない状況をなぜ岸田さんは自分の任期内にメドがつけられるというふうに何を根拠におっししゃったんでしょうはいあの私は政調会長時代、この、ま、地方政調会を通じてさまざまな課題を取り扱ってきましたが憲法問題、特に在任、えー、政調会長時代後半、えー、地方政調会で憲法問題を取り上げて多くの皆さんと対話を続けてきました。その中で 今掲げている4項目、えー、自衛隊の明記、えー、緊急事態対応、教育の充実、そして合区、1票の格差の問題、これは多くの国民の皆さんに,に説明する中で、極めて現代的なこの課題であって、あの自民党はこういう議論をしてたんですかと、初めて驚かれる、こういった場面に随分出くわしました。この えと改定の中身について私は手応えを感じてきました。えー、ぜひこの問題はあのこの現代の、えー、国民が生きる上で大変重要な課題を4つ揃えているぜひみんなに考えてもらえばこうしたあの改正についても理解が進むと確信をしています。すね、ぜひ、えー、このの会長時代のこの経験を、えー、しっかりと 形にするべく、はいえー、努力をしたい、はい、こういった思いを今言った発言の中に込めたわけですぜひ努力をしたいと思ってま、はい、いますあの先ほどから河野さんと岸田さんにばっかり質問がいて高井さんと野田さんには大変申し訳ありません、えー、ただもう違いをくっきりさせるためにということでお聞きしていますのでこの後位継承除去といのについては河野さん以外は一応はっきりしてるんですよね、えー、野田さんは これは認めると。高井さんは。何を。女系天皇。いやいや、そういうことは申し上げてない。まあ、これは国民が決めることで。私たちは。選択肢として認めるってことです。お、そうですね。その議論を閉ざさないという意味です。あ、そういう意味です。つまり、あの男系男子というやり方。そして女性天皇。そして、その次という。そういう意味での、あの。お答えです。 はいわかりましそれは非常にデリケートなんで気をつけて取り扱っていただかないと。コ、ね、さんだけはいや私の認識で河野さんだけははっきりしてないとということで有識者会議の意見を尊重するっていうまでしかおっしゃってませんよね。あの126代続いた伝統を維持することが、うん、あの私は大事だということは繰り返し申し上げてきております。うん、で私はこれまで宮家、えー、なのかあるいは個別設計なのか。 いろんな選択肢があるよねということを申し上げてまいりましたが、まあ、有識者会議がかなり丁寧な議論をして中間取りまとめをされましたので私としてはまあそれ以上私の意見を申し上げるよりはこの有識者会議の取りまとめで出てくるものを尊重したいというふうに申し上げておりますただあのこの皇室の問題は広く世の中の共感を得なければいけないことですから あのこの問題に熱心に取り組んでいるものとしてやはり世の中にきちんと説明をして世の中がなるほどそうだねと言ってもらわなければいけないんだろうというふうに思ってますのでなんか内々で議論するよりは世の中に対してしっかりとこう説明をしていくというのがあの今大事な問題なんではないかと思っています。そういうい意味であの有識者会議がやっ の中身を。もう少し世の中に説明をしていくというのが。新政権にとっても、一つの課題になると思っています。じゃあ。えっ、ー、と、ジェンダー多様性について、一点だけお聞きします。あの選択的夫婦別姓問題につきましては。まあ河野さんと野田さんが、まあご賛成。えー、高橋さんは慎重な立場を示されていますが。あの、岸田さん。 もともと推進派というふうにあの認識しておったんですけれども、今回はまあ議論すべきだという点にとどめていらっしゃいます、賛成ですか、反対ですか、はい、あの多様性を認める、そして実際、困っている方がおられるわけですから、これはこれ議論を進めるべきだというふうに申し上げてきました、そして議論は行われました、まあ、そしてその中で私も議論に参加して、えー、この夫婦、その ご夫婦そのお二人の中でのこのセリはあも,あもちろん大事なんですがやはり子どもの扱いについてどうもこの私たちの国の現状を考えた場合に、えー、この十分理解できる制度はどうなのか、うん、別々なのかいつ決めるのか誰が決めるのかこの点はもう少し少なくとも国民の皆さんの幅広い理解ということを考えたならば えー、議論が必要なのではないかと今現状を考えていますですので先ほど申し上げた答えをいたしました、えー、じゃあ四人の方に政策以外の質問をさせていただきます中曽根政権の後の竹下さん宇野さん海部さん宮沢さん小泉さんの後の安倍さん福田さん麻生さん安倍さんの後の菅さん長期政権の後はなぜかみんな短命なんですね なんかそういういジンクスがあるのか、そのジンクスに陥らない自信が終わりかどうか、それはなぜかというのを簡潔に、ににじゃあ河野さんから順番に、はい、あのやはり国民に対する説明責任をしっかり果たすということに尽きるんだろうと思います。まあ、いろんな政策をやっていかなければいけませんけれども、なぜそういうことをやろうとしているのかということを説明する、まあ、あの賛成すべ、えー、ての方が賛成していただけるとは。 限りませんしむしろそうでないことの方が多いのかもしれませんが少なくともこういう意図を持ってこういうふうに考えてこれをやろうとしているんだということを伝えていくということであの国民から意思は意図は分かったあの賛成はしないかもしれないけどもなぜそういう考え方をするかというのは分かったそういう国民に対する説明責任をしっかりと続けていくことでこの政権というものに対する支持 全体の支持というのを得ながらやっていきたいと思っています、はい。イエスかノーかでジンクスに陥らないぞ、俺はイエス。イエス、イエス。じゃあ、岸田さんお願いします。はい、あの、ジンクスに陥らないか、イエスであります。やっぱりあの長期政権が続きますと、その間、経済政策をはじめ、様々な政策をずっと続けられます。長期政権になりますと、やはりいい意味でも悪い意味でも慣れが生じ、そして、えー、まあ、飽きも生じる。 えー、そういったことですので、それを続けるということになりますと、結果的に短期制限になってしまいかねません、やはり大きな転換というものが大事だと思っています。ですから私も、この経済政策においても、この従来の成長戦略だけではなくして、分配も組み合わせた好循環を作らなければいけない。 新しい日本型の資本主義をこれからは切り開いていかなければいけない、はい、一つの新たな方向性を示しました、はい、こういった方向性を示すことが大事であり、はいえー、そして、えー、要するにジンクスに陥らないと確信をしております。はい、まじゃああすいいいままませせん高市さんん高さははい、はのの年でやめる気はございませんりました <laughs>、はいあの やっぱり党首さんを見ていただくと、私が訴えてまいりました、皆さんが直面する、まあ、必ずあの目前に迫っているリスクに今対応しておく、着手しておく必要というのは、しっかりご理解いただけると思いますし、説明を尽くします。はい、で私たちの,あの総裁任期は3年でございますからあ、3年ごとに結果をご報告し、審判を仰いでいきたいと考えております。まはい、野田さんん。はいかか。がですかもちろん 関係ないです。あの30年近く身を置いていると。政権交代が起きる時っていうのは野党の力ではなくて身内の崩壊です。ですから、まあ、それが結果として、いつも支持率を落としてきている要因だったと思います。それに気をつけて、新しい自民党を作れればいいと思います。りまありがとうございます。はい、はい、もう時間がだいぶオーバーしてしまいました。けども、最後にお聞きしたいのは、私は50年近く国会をずっと見てきて。 非常に投げかわしい。与野党が罵り合いっていう感じの毎日を送ってる。こんなことでいいんだろうか。それは与野党双方に責任があると思う。ですから、まず与党の方から、今度総裁になられる方から、やはり野党と積極的に対話していく、そして権威のある国会にしてほしいと。そのためには真摯に議論し、余計な野次を飛ばしたり、 罵し合いいはややっぱりやめてほと皆さんはやっぱり占領なんですからね、選ばれた人なんですから、ぜひそのことについて深く胸に刻んでほしいと、これからもうやめていく記者として、ぜひですね、そのことを強くお願いして、もしご感想があれば、お聞きしたいと思います。いいですか 岸田さんもそうですけど外務大臣時代に外交をやらなければいけないのに委員会に縛られておそらく外務大臣って10個ぐらいの委員会に呼ばれたらいかなきゃいけないという状況になっていて、えー、大木さんの背中を追っかけようと思ってもどんどん向こうが先に行ってしまうという状況でありましたですから国会の議論のあり方あ審議の持ち方これはまあ立法府が決めることではありますけども、あのー、ここはしっかりと ご相談をしなければいけないということと、やはり霞が関に莫大な負担をかけています。あの霞が関の長時間労働のかなりの部分、えー、国会対応が原因になっている部分というのもあって、このままいくと霞が関が崩壊しかねないという危機感を持っています。やはりあの行政を切り盛りすると同時に、この立法府との関係というのも、えー、次のリーダー,あー、重きを置かなければいけないんだろうと思います。ですか はい、あの今、河野さんが言ったように、まあ、外務大臣時代、本当に多くの委員会に呼ばれ本当にさまざまなあ議論をしてきました、その中で感じたことですが同じこのテーマで議論をしていてもその質問者、要は議論の相手によってその、えー、深まりのある議論ができるあるいは大変気持ちのいい議論ができる、えー、しかし一方で相手が変わると同じテーマなのに ままさに罵り合いにりなってしまうやはりこの質問者のありよう、品位、その姿勢、これは国会の品位という意味で大変重要なんだなと思います。言い換えるならば、やはり政治家の心構えによって、橋本さんおっしゃったような、この品位のある国会、国民から見て理解される国会、これは実現できるものだと思います。是非そうした心構えを持って丁寧に えー、国会論戦に臨む、えー、これはあ国会議員として肝に銘じて、えーえー、努力をしたいと思います。ご指摘、謙虚に受け止めます、はいあのご指導、本当にありがとうございます。 あの私も情報通信大臣会合など、あの重要な国際会議を諦め、まあ、国会答弁に縛られていたというのが現状でございます。まあ、ただ、一方で、現在の私は、主権者の代表である国会議員でございますので、まあ、主権者の声をしっかり国会に届けるという、まあ、この国会重視の姿勢も考えなければなりません。 まあただ、やはりあの国会対策の,まああの代表者同士でお話をいただきたいのはまあこのままではもう官僚が過労死をしてしまうそれからやはり精神的にもあの病んでしまうあのこういう危機感をたびたび覚えました。 深夜のですね11時や12時に1行だけ地方税制についてと通告をしてきてその委員が90分質問時間を持っているとで次の朝までに答弁を書きたいけれども連絡も一切取れないしそれ以上教えていただけないということでまあそういう場合にはもう答弁書作らなくていいからと行ってみれば地方税制の質問は出ないとまあいうようなことで本当にあの明け方まで 官僚が質問取りをしたり、その議員が自分の家まで来たら教えてやると、非常に遠いところまで生かされたりとあの、そんなことまでございましたので、国会議員の方も品を持ち、そしてまた閣僚、総理も品を持ちということを心がけていきたいと思っております私は過去2回野党を経験しました。 まあその時にやはり意いなことをすると必ず与党に戻った時にえ自分が付を払わなくなります。えー、自分の正義を押し付けるのではなくて相手にもやはり正義あるっていうそういう大人の成熟した国会をえ政治を作っていきたい。それが私の,あの生きる道でございます。よろしくお願いします。 まだまだ伺いたい実感、あん、伺いたい質問もありますけれども時間になりました。これで今日の討論会をおしまいにしたいと思います。河野さん、岸田さん、高市さん、野田さん、本当にありがとうございました。また皆さんもご協力いただきましてありがとうございました。 であの冒頭、撮影していただきました記号についてなんですけれども、候補者の皆さんがえ退席された後にそれをご紹介したいと思いますえ。では候補者の皆さん、本当にありがとうございました。 あのそれでは記号をご紹介したいと思います。えー、まず河野太郎候補ですけれども、ぬくもりということで、この音、ぬくもりという字をお書きいただきました。えー、続きまして、岸田文雄候補です。天意無法と書かれました。 えー、この意図としては大らかにいきたいと、えー、あのこの総裁選もありますがその先の衆議院選挙も大らかに戦っていきたいということでお書きいただきました、えー、続きまして高市早苗候補です「えー、有崇高友婚」というふうにお書きいただきました、まあ、崇高で力強い様と いうことでいつもあの何か書いてくださいと言われるときによくお書きになる言葉だということです。最後になりますが野田聖子候補は愛という字を書かれました。あのこれは、えー、政治は技術ではなくて愛なんだと今これが忘れられていないだろうかという思いで愛という字をお書きになったということです。 後ほどまた近く、近い場所から撮影をしたいという方は申し出ていただければと思います。それでは本当にご協力いただきましてありがとうございました。これでおしまいにいたしままいいにたす